結構始まってますね、皆さん。大丈夫です。オッケー。じゃあみんな始まってますかね。はい。大丈夫です。はい。鍵屋もオッケーです。はい。さっきのもうちょっと音を上げてもいいかもしれない。わかんないけど。私？うん。あれ？あれ？あれ？なんかちょっとサキネルが遠い。嘘。嘘。俺サキネルさんめちゃめちゃ大丈夫やけど。あ、マジ ASMR みたいになってる？耳元で囁かれてる？いい声が聞こえてきておりますが、めっちゃディスコードのいい感じです。あれ設定次第でね。周りは、うん、周りがでかいかもしれない。あ、逆にね。逆にね。確かに。え、今ちょっと上げたけどどうですか？いい感じです。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、では始めていきましょうか。はい。この度は、スメール実装前というお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。今回この原神16人コラボ題して原神祭の司会進行役を務めさせていただきます、真の遊び場ことシンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。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 では、イベントに先立ちまして、今回の原神祭に参加していただく皆さんに自己紹介をしていただきましょう。配信している皆さんは、配信の僕の配信のミラーリングをお願いします。はい、はい、はい、ミラーリング、とこういった感じでね、今回ミラーリングされている方々は見えているかもしれませんが、こういった感じで今回カラシナさんにプロフィールカードを作成していただきましたので、それぞれの方々の、はい、これを出しながら皆さんにね自己紹介をしていただこうと思います。はい、ということで皆さんミラーリング大丈夫そうでしょうか？オッケーです。大丈夫です。はい、では、早速五十音順に行きましょうか。まずはアカティさんお願いします。はい、ウィストもアカティです。いつもは原神のキャラ解説や原神こんなゲームの風にお楽しんでいくよっていうことを発信しています。そう、久々の大型コラボなら緊張していますが、視聴者のみんなと一緒に楽しんでいこうかなと思いますので、本日一日よろしくお願いします。お願いします。めちゃめちゃ神々、めちゃめちゃ緊張してるのよ。緊張が伝わってきた。では続いては伊集院ゼロさんお願いします。あ、はい、原神界のガクトです、はい、よろしくお願いします。それは受け入れていいんですかね、俺たちは。受け入れるんだよ。おー、声だけはかっこいいみたいなこと言うじゃん。声だけはとか言ってあげないと、それは。では、続きまして鍵山ヤクトさんお願いします。はい、こんばんは、お待たせいたしました。どうも鍵山ヤクトです。いつもはねアンバーちゃんナンバーワンやってますね。皆さん今日からアンバーちゃん使ってくれよな、よろしくお願いします。ございます、よろしくお願いします。お願いします。では続いてカブラギノエルさんお願いします。はい、カブラギノエルでございます。普段は日課等を配信しております。今回はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ続いてはカラシナさんお願いします。はい、カラシナでございます。皆さんこんばんは。本日はですねちょっとだいぶ緊張しておりますが、負けないように頑張っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。カラシナさんについて補足なんですが、カラシナさんはこの中では伊集院ゼロさんと、まあ、先ほど僕と影山さんとはコラボされたことがありますが、こういった大人数のコラボでは初めての参加ということで、いろんな方々との絡み楽しみにしております。はい、ありがとうございます。心臓が飛び出そうなほど緊張しておりますが、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。では続きましてサキネルさんお願いします。はい、はい、いつも毎朝6時半頃から原神配信をしてます、サキネルと申します。大型コラボめちゃくちゃ久しぶりで緊張してるんですけど、よろしくお願いします。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 では続いては下貝野良さんお願いします。あ、新装ウェブからお供します。新装組新人見習い羊12歳の下貝野良にーす。原神界の股間を目指して頑張っていきますよ、よろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっとその間がありましたよね。うわーじゃないんだよ。お願いします。まあね、野良さんといえばこういう刺激的なトークなんですが、一緒にイベントやるメンバーが許してくれれば今回も OK ですよ。
ガンガン言ってもらって。よろしくお願いします。はい、申し訳ございません。すみません。よろしくお願いします。嫌いにならないで仲良くしてください。いや、言うだけ言って、シリスボミにならないで。はい、すみません。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では続きましてはこちら、スリップラーアルベドさんお願いします。了解、僕の出番かな。いや振るな寒くなるやろちょっと やめてそれはい、じゃあスリップラーゼツさんです、お願いします。どうもどうも、いつも物理国政やってます、よろしくお願いします。いや物理国政はい、お願いします。お願いします。うん、お願いします。お願いします。あの次のあれコスプレではディシア待ってますね。あ、ぜひぜひ、はい、はい、ディシアのコスプレ待ってます。はい、待ってますんで、はい、お願いします。お願いします。では続きましてそうめんさんお願いします。あ、こんにちは、そうめんです。普段は原神の攻略解説動画とか上げてます。今回初絡みの人も多いんで楽しみです、よろしくお願いします。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 では続いては男の方のなぎさんお願いします。はい、はい、どうもなぎです。男の方です。うちのチャンネルで原神の解説からコラボからショートから配信までいろいろやってるので、ぜひぜひ遊びに来てください。ティナリ最速育成する予定です。以上です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ティナリの最速育成へ待ってます。では続きてなぎちゃん先生お願いします。はい、女の方のなぎです。何で俺が男の方とか言っちゃって。まあ普段はね、すごい不定期なんですけど、まあよくキャラの性癖語ったりするようなくだらない配信をしております、よろしくお願いします。昨日やったな。昨日やったなとね、エッジベルトのあれですからね、広めたお方ですからね、なぎちゃん先生は。やめてください。はい、よろしくお願いします。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 では続いてなんとカナルさんお願いします。はい、こんならヒロイン猫 VTuber のなんとカナルです。だいたい夜の10時半から15くらいで楽しくやっております。本日は対戦よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。さあ続きましては変な親父さんお願いします。はい、どうも変な親父と申します。いつもタルタリアをいじめてます。バージョン 3.0 できたら、なぎさんに負けないくらい速攻でティナリの動画出しますので、よろしくお願いします。対抗してきた。ここで対抗心が。あ、そうか、対抗していきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。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 さあ続いてはボビーさんお願いします。はい、こんにちは、ボビーです。普段は原神の解説動画とかをやってます。まあ、バージョン 3.0 が来たら、まあ、みんながティナリを育成しているのを横目に、まあ、草元素反応の動画を一番最初に出そうかなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。続いてはやーちゃんさんお願いします。はい、皆さん、ハイター。はい、沖縄県 VTuber、やーちゃんです。主に原神配信を夜やっております。皆さんよかったら遊びに来てください。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございますと言われましたよ。これからですからね。はい、よろしくお願いします。では、最後に俺ですね。皆様、俺がご唱和くださいっていうので、そしたら皆さんでワンナップしてんねって言ってください。大丈夫ですか。はい、ワンナップしてんね。はい、ワンナップしてんね。いいだろう。はい、いいだろう。はい、では行きますよ。今回主催やらせてもらいます、真の遊び場の真です。改めましてよろしくお願いします。今回の原神祭で行うすべてのイベントではチームメンバーがイベントごとに、全員変わります。なので、様々な方々との絡みやチームプレイが見られることになるので、ぜひそちらを楽しみにしていてください。さて、それでは早速、これから行う最初のイベントの説明をさせていただきます。まずはですね、みんなで談笑しながら、あれ大丈夫ですか皆さん。なんか黙っちゃってますけど。あれん、んみんな大丈夫ですか、黙っちゃって。あれあれ大丈夫ですかね、俺の声聞こえてますよね。ああ、大丈夫、大丈夫。大丈夫ですよ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 。どうぞ。じゃあこのまんま行っちゃいますよ。大丈夫ですか、ツッコミとかいらないですか。困るかなって待ってんだけど俺。困るかなって待ってんだけど。ああ、まあ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 、わかんないからね、タイミングが。
とね。確かにね。まだ来るかもしれないからね。この先でね、来るかもしれないから。スタンバイ、今のところ、今のところないから。え、ワンナップはいつ、うん、してねえ。ワンナップ、いや、早いな。ワンナップはてか、なんだったら、もうこのまま進めてやろうかってくらいの気持ちだったんだけどな、俺。あ、そうだったんだ。ツッコミ来ねえかなって思ってたんだけどな。え、やっとく、やっとく、一応。やっとこう。いや、ちょっと恥ずかしいんでやめときます。なんでだよ。やらへんのかい。恥ずかしいよ。そんなみんなでワンナップしてんねえとか恥ずかしいよ。はい。それでは茶番はここまでにして早速、これから行う最初のイベントの説明をさせていただきます。皆さんそのままミラーリングでお願いします。はい、はい、はい。まずはみんなで談笑しながら様々な方との、絡みを見てみたいということで、こちら肩鳴らし秘境巡り。イエイイエイイエイ。はい、自由に好きなキャラクター武器を使っていただいて生物秘境を20分の間回ってきてください。特にあのチーム対抗とかではないので、ゆったりと談笑しながら緊張をほぐしてきてくださいね。結構緊張されてる方とかいらっしゃいますからね、アカティとか。そうだね、緊張ほぐしてきてください。ガチガチ、はい、ガチガチ。やばいやばい、やばいやばい、ごめんなさい、次行きましょう。はい、はい、それでは皆さん、チームで分かれる準備はよろしいでしょうか。はい、はい、大丈夫です。大丈夫ですかね。はい、では準備できたようですね。ではイベント時間ですが、こっから3分後の20時15分15分から、20分間でお願いします。はい、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 はい。それでは掛け声いきましょうか。皆さん来たぞ。ピーナスでは合法的に言えるあれを言いますよ。やるのか、やるのか、やりますよ。やるのか、やるのか、やるのか。それでは掛け声いきましょう。皆さんいきますよ。星と深淵を目指せ。はい、ではチームごとに分かれてください。うちはもらえますか。はい、うちはもらいに行きましょう。うちはないです、うちはないです。分かれてください。あとで分かれてください。何かください。あげねえ、あげねえ。やべ、よろしくお願いします。これタイマー始めていいですかね。もうやっていいのかな。15分からじゃないくってです。あ、そうなんですか、すいません。15分からスタートって言ってたから、3分後の15分からスタートって言ってたから多分。ああ、15分から、うん、大変失礼いたしました。気が早い。あ、あれどっから行くんだっけ、秘境。雷怒りです。雷怒りか、了解です、うん、雷怒り、水力、森林、蒼白、ひまじょ、血染めって感じで。なるほど。もうあの道案内をお任せして、私はうちのチームマジで一回も打ち合わせを何もしていないから。あれ打ち合わせゼロだね。まあまあまあ、だからこれマジ今日今が初顔合わせなんで、これ あともう初めまして。初めまして、よろしくお願いします。あ、お願いします。お願いします。あ、もう典型的だ。おかしいな。実際からしなさんとは僕初めてかも。私も初めましてです。ね、話すの、うん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いつもはなんだっけ、解説をやっております。よろしくお願いします。お願いします。します。結構からしなさん海外で有名なね、パーティーとか紹介してて。そうですね、うんうんうん、はい、僭越ながら海外向け、ん、海外向けじゃないや、海外のビルドとかをご紹介させていただいております。うんうん、なんかパーティーだけじゃなくて細かいコンボとかもね、すごく。あ、そうですね、最近は解説してるから、コンボとかもちゃんと解説するようにしておりまして、うん、ぜひね、ガチガチに螺旋行きたい人はおすすめでございます。自分で言っちゃいます。めっちゃ勉強になってます。ありがとうございます。ナイス宣伝。親父さんは私結構前からフォローしていただいてて、非常にいつこっちからアクションをかけていいか迷いながら今に至るんですけれども。わかんないですよね、タイミング。いやー、そうですね。あ、で始めてしまいましょう。そうですね、15分なんで行きましょう。行きましょう。マジでもうその都度パーティー決めていきますかね、これは。了解です。僕もずっと先生で行こうかな。あ、とりあえず。あ、了解です。あ、じゃあ別でいい。どうしよう。どうするどうする。あやと。じゃあ、じゃあ、塔まで行こうかな。俺を守るよ。
俺を守る。俺しか守れないよ。じゃあ先生で行くか、一旦ちょっと。キャラ使っていただいて。私が先生、タル使うか。タルタリア連れてくか。お。さあ。はい、行きまーす。自由だ。いや、もうね、特に競技とかではないですから、そうですね、のんびりやりましょう。ゆるっといきましょう。せっかくなら女子も貯めてきてますから、うん、私も紙製品引いていただいて。お、樹脂。あ、なるほど。行きます。はーい。この秘境まで何年ぶりに来たかな。お、全く回ってないですもんね。あ、やべ、ゲームを切ったままだ。あれ、今切っていた。あ、入ってない。新鮮ななぎちゃん先生の声だけ。いやみんなの声も入ってるから。ラジオ状態。まずいまずい。完全に忘れてた。こうやって。マルチでこの秘境をやる機会もないですからね、うん、なかなかないっすね。また快晴に来ちゃいますからなおさら来なくなりますよ、ここ。確かに。まあ暇女とかもね、多分そうなりそうな、うん、魔女と怒りはマジで快晴で作りたいな。うん、うん、日渡りとかいらないからな、基本的に。ゴミです。そんな。あー HP、 はい、まあこういうとこですね。まあまだまだありますから、いつものだ。次は水力です、水力了解です。行きましょう。全然覚えてなくて本当に申し訳ない。いや、私も全然大です。僕も全然覚えてない。大丈夫です。他人任せの人生。ナビゲーションします。ありがたい、パイモンだ。ありがてー、頼もしい。私パイモンだったか。なるほど。どうしよっかな。いや、早かにしよう。変えていこう。お、氷だ。氷だ。氷統一パーティーみたいになりました。ああ。先生が氷砕きをしていく。氷砕きして落下攻撃しながら。よいしょ。水がつかないですからね。あ、そう、そもそも水が、あ、こいつ水、あ、でも自分が凍結しちゃうわ。そういえば別に凍結とかなかった。氷統一はね、普通に使って強いですからね。うん、配信率低いからありがとう。あ、終わった。早い早い早い。32秒。ネンティーなくてもこれだけ。先生が草薙を持っている光景の凄さですよね。絶縁先生最強だと思ってるんで。絶縁、いや、めっちゃ強いですからね、草薙絶縁先生。少女防御カンバリ。うわ、ゴミオブゴミだ。あ、防御か。餌。安定の。森林に参ります。よいしょ。もうちょいゲームは。あ、間違えて暇獣行っちゃった。そっちだ。暇獣。間違えて暇獣行っちゃった。うわ、埋まってる。どうしよう。私、ちゃんとした炎キャラを今、録画してて、ビルドしていない。いや、そう、天気が何とかしてくれます、ね、生物をいじったり全然してないせいで結構なんか変な装備つけてる可能性がある。キャラによっては何も装備してないとかもあるから。え、どっ、ん、あ、びっくりした。景色が違う。一回録画で組み替えちゃうとそこから直すのが面倒になってふわほちゃうみたいなことがたまにありますからね。プリセットは欲しいな、本当に。欲しいな。そうですね、プリセット機能があるとだいぶでかいですからね。でもなんかここまで来ないんだったらもう来ない気がするけどな、ずっと。やろうと思えばできると思うけど。そうてか今このヒールチャールめちゃくちゃ上に跳ねてた。おお、いいね。飛びましたね。めっちゃ吹っ飛んでる。クレーパソがね、浮かせてくれるんだ。そうだ。カバンの中身がいっぱい。話がちょっと違うな、それは。おー、あ、みんなあれですか、樹脂消費してるんですか。してるしてる。してますね。僕今樹脂1300まで溜まってて。あ、そっか、そっか、そっか。もうあれスネールのためにずっと、もう、なるほどね、2日前から溜めてて、うん、次どこだっけ、洗顔、次が蒼白です。蒼白洗顔。うん、蒼白洗顔、うん、それ終わったら暇女。オッケー、右から順番か。いやー、新生物の周回もバージョン 3.0 来たら始まるから。厳選、あれだよ、ボスもさ倒さなきゃいけないし。
いやー、やることが多すぎる。カウンツンダメだ。どうしようかな。いいっすよ、私進化使います。せっかくだから変えながら行きたい。もうずっと先生だ。先生はいるだけで安心。あ、私の配信ぐるってしまったんですけど、大丈夫ですかね。大丈夫かな。結構ね、こういうトラブルもね。おお、これはですね、あ、治りましたね、大丈夫です。よかったよかった。おお、よかったよかった。はーい、固めます。固めます。圧倒的すぎる。私は粒子を出すことしかできない。はシールド貼ることしかできない。いや、もうシールドだけでも本当にありがたい。カッチカチですもんね。いや、洗顔いいやつ欲しいな。洗顔、まだ洗顔って改正の対象にならないんですっけ。なら、洗顔はならない。漂白がならないみたいですね。うん、ならないんすね、うん。なんでなんだろう。まあでも、まあ、全部一気にできちゃってもね。まあまあまあ確かに。まだもう少し苦しめというあれでは。そう。まだしばらく苦しんでくれという運営からのお達し。きっとそういうことだ。そろそろ物理の生物、双白4セット作りたいんですけどね。未だにできてないや、自分も。双白4。双白血染めで満足している自分がいますね。私、むしろ血染めが出なさすぎて、双白4ってずっとエウラ使ってる。ああ。血染めが。エウラは双白4が一番いいですか、うん、あ、やべ。ここは。いや、いいですよ。帰りますか。どっちが譲る。どっちが譲る。そんな。全然帰ります。無料で買えます。申し訳ないね。なんならさ、お兄さん使おう。ありがてえ。ええ、全然。おー。なんかここ、マジで本当に初顔合わせだから何喋ったらいいんだろうってずっと考えてて。そうですね。めっちゃ考えてて、なんかあの、シンさんがプロフィールカードについて触れたらどうっていう話をずっとしてたから。あー。そうじゃん。そう、あれなんかね。プロフィールカード。めっちゃあっさりとね、終わったから、あの自己紹介。確かに。そうですね。プロフィールカードに書いたこと話しながら。プロフィールカード持ってきたいですけど。何書いたっけって。ゲームプレイ中。何書いた。もう忘れてる。あ、パスタ。パスタはいいですよ。あ、なんか書いてあった。みんな食べましょう。カラシナさん。あの、布教したいと。ことになんかみんな結構好き勝手書いてた。確かに、うん、僕確かボディメイクって書いた記憶がある。いや本当そうですね。原神以外のこと書いてる人も結構いたから。自由に書いてらして作るのが大変でしたよ。そうだ、カラシナさんが作ってくれたんだ。そうだそうだ。そう私のタルタリアの隠しエッジベルトとか書いてるのがバレる。コピペでちゃんと書きました。そう、今布教したいものタルタリアの隠しエッジベルト。何書いたっけな。次血染め。血染め貴族です。はいはいはい、はい、ああ血染めもか。懐かしい。久々すぎる。全く回ってないや。なんか言った記憶がもうだいぶ前。すでに改正の対象ですからね。うん、来る意味ないもんな。誰にしようか。結構風主人公で言った記憶があるな、ここは。あのもう隅っこにさ頑張って集めてさミスを。わーやってたわ、そっかね、そんなことも頑張ってたよ、ね、これはこうか。おお、あ、めちゃくちゃいい。じゃあ、じゃあ、あ、使います。いいっすよ。深刻さん。いや、久々すぎる。てか、ここはあれか、岩場風だったんだ。今気づいた。あ、岩だ。先生が輝く、ね、と思いきやシールド割れんわ、そんな先生。そう高いダメージが。そうしまった。こいつが、こいつが、あ、バレない。私は無力、私は無力。水シールドを割ってますね。いけいけ。そう、こういう時に神格さんとつっておけばと。あー、マルチだぞ。うわー、12万。すごいな。さすが、引き落としのバスだったね。連機化せん。なんだかんだ私も出た。
いやー、旧貴族。いや、でも旧貴族より血染めが欲しいな。血染めが欲しいな。いい血染め出てほしいですね。うん、この前あーどうかなかなか来ないよな。お、2個熟知時計と攻撃力。熟知時計熟知か、物理で血染めの熟知時計でも、ね、1個ちょっと進めてるのがあるんですよね。あの氷砕き長雲っていうんですけど、氷砕き長雲楽しいんですよ。あのエフェクトが面白くて。エフェクト知らないな。エフェクト？ちゃんと螺旋に突っ込めるように育成を進めてるんですけど、なかなか物理生物でこう、あの熟知ついているものっていうのが難しくて。ないね。そう。どうしようかな。姉さん。氷砕きってやろうと思えばどんぐらいダメージ出せるんですか？あ、でも、カフか感電の真ん中ぐらいの確か。なんていうんです？ベースのダメージがあるので、うん、結構出るんですよ。なんかでもダメージ出てても全然わかんない。螺旋いけるぐらい。いや今でもちょっと凍結しない敵が多いんでなかなか。ああそっか。ボスだと特に遺跡サーペントを倒せないとね、ちょっとあんまり12の3今辛いところがあって録画が。どうしても遺跡サーベントと戦わないといけないんですよ。カウンターしたいのにずっと固まってる。もう石化で止めちゃう。いや本当、しかも石化時間が長いから全然カウンターできなかった。僕と姉さんのスキルがまずい。カウンターしたかったのに。ああ新車と余興、余興、新車と余興はいつまでも終わりませんからね。交換したいなぁ、ここ。うんちだ。何一つとして使えるものがまだないでーす。私もないでーす。45点ぐらいも微妙だ。なんか中途半端なスコア20とか30ぐらいのしか持ってないや。あ、出た出た出た。あるあるだわ、それ。全部20、30ぐらいっていう。次、幸運閣のとこで合ってる？そうです、坂飛びです、次。坂飛び。はい。ここもずっと来てない。ここそっか、生物秘境だったんだここ。存在忘れられてる。ここから ただのモニュメント説ある。こいつも昇格とか鉱石掘るときに使う。いや分かる分かる。ポイントだけど。これマジで、え、これなんだっけ、なんかの元素ダメだったよねここ。氷はつくんですよね。炎、氷、氷だったっけ。で妖怪するとダメージ受けますね。うわあ。ああ。なので、あ、あれか、ハンターがいるとこだ、ハンターがいるとこ。そうそうそう。あ、そう、雷がいいのか。ダラトウス。よく覚えてた、私。もう全然記憶にないや。こうか？どうしようかな。全然炎でもいいっすよ、先生のシールドがあるんで。じゃあ、アルベル。あ、そうですね。確かに先生のシールドあったら、食らわないですもんね。うん、大抵のものは何とでも。あ、すごい、私のコメント欄にがっつり。幸運閣をずっと周回している方がいらっしゃった。え、すごい。幸運閣にとらわれている方が。坂飛び有給ガチ勢。今なんかそんなにね。あ、でもあれかな、行幸とかだとやっぱり有給使うのかな。有給はなんか強化路線に来てます。意外とダメバフ負けるのが強いですからね。まあ4セント効果目当てで揃えるだけ揃えてるっていうのはあるかな。改正できるようになるんで。そっか、改正対象か。あ、ます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 こう この場所には来なくなってしまう。来なくなってしまうな。もうモンドリーユにそもそもあんまり来なくなっちゃうからな。ああ、だんだんそうなっていきそうだね。うん、もう私デイリーはずっとモンドにしてますね。私も今モンドにしてます。モンドカーリー今日からモンドになりました。おお、いいですね。リーユ実家ですかね。え、もしかして岩遊記が終わった。終わりました。いや、岩遊記終わってたんですよ。占いが終わんなくて。あ、占い終わったんですね。逆に終わりました昨日やっと。
アチーブメント的なやつ、うんうん、そうですそうです、大変だった。次がどう、何が終わってないのか、締め縄です。はい、絶縁締め縄。私あれなんですね、あのアナ、あの噴水のところに夜いるあの人がいるじゃないですか、うんうん、あの人が、うん、あの冒険者になるのを見届けないといけなくて、うんうん、病気が治るのをね、デイリーが引けずずっとモンド行ってますね。高いところ危険が出るのを祈りながら。なんかモンドだとなんかベネットとかが出てくるやつがあるみたいな話を前聞いて、めちゃめちゃ気になってて、それが初耳ですね。どうなんだろう、わかんない。今まで出会ったことないな。うん、本当かどうか知らないけど、なんか言ってる人いたから、そうなんだと思って。大丈夫。モナがいるのはツイッターで見て知ってるんですけど、うんうんうん、あ、そう、完全ランダムなんですかね。そう、エミちゃんとベネットの絡みがあるっていう。へえ、見たいな、それは。そう、全然知らなくて。あ、見たいですね。めちゃめちゃ見たい。お、めっちゃいい画面出て嬉しい。いいね、強い。おばあちゃん、あ、絶縁。いいものくれ。いや、絶縁大本命ですからね。ここ本命でしょ、みんな。バックがいっぱいだ。あー、防御。防御。おや、おや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 。私、ちょっとこれはワンチャンがありますよ。え、なんだ？熟知会心ダメ率ですね。最後防御きますよ。最後最後防御きますよ。HP 防御きますよ。こんなこと言わないでくださいよ。呪っていくスタイル。攻撃力実数値。まだ夢を見つけてくださいよ。あ、何が来るか。許しません、そんなの。抜け駆けは許さない。ダメです。逃がしません。みんなずっと泥沼の底でチャプチャプしますよ。誘ってきてる。次がカカン。はい。オッケー。カカンは、あ、カカン、これ何が出るの？あの犬がいっぱい、うん、あー、ワンちゃん、なるほど。雷幻想のダメージがたくさん入る。うんうんうん。とまた神団長にしよう。よし、ちょっとこれはレベル4にして経過を見ないといけないですね。そうですね。これ配信中に神生物出たら低評価ついちゃうかもしれないな。あ、大丈夫、シンさんのせいにしときましょう。シンさんのせいにしました。こ、うん、の企画をしたシンさんに責任を取り付けて。そんな。シンさんが企画したからそんなになっちゃったんだ。あんまりにもあんまり。今頃多分くしゃみしてますよ。確かに盛大に。後でアーカイブ見ないと。いや、そうですね。みんながどんな感じだったのか気になるな。なんかずっと先生が敵化してるせいで全然ダメージ食らわない。すごい平和。本当に新色あるね。あ、確かに。すごい。固めます。すごすぎる。回転率が素晴らしい。うん、いや、ちゃんとチャージ厳選してる方、勝利の本当にすごいと思います。チャージ大事、先生は。しなくても回るって思うんだけど、やっぱするとだいぶ変わるよね。うん。タイマーストップです、ここで。あら。お、ここで終了。お、ピッタンコ。ピッタンコ。すごい。おお。カカンで終了。アリショーですね。カカンで終了です。終わってたら2周目だったんで。みんなどこまで行ったんだろう。確かに。でもまあロビーに今人がいないので待ちつつ、ちょっと強化していいですか。お、どうぞどうぞ。ちゃいますか。出たやつ強化しますね。ぜひ防御が伸びるのを見て見せてもろて。そんなこれ私まあ配信で後でアーカイブで見ていただければ。じゃあレベル4にします。メインなんですか。メインが攻撃力の羽ですね。おお、羽か。かじゃあサブが大事だ。もう3オプスタートなので、まあ4オプ目が何がつくか。 HP がつきましたね。あ、おめでとうございます。神生物だ。いいんじゃないですか。
これはムランさんが更新できるかもしれない。いいんじゃないですか。7さあ8、ここですよ、ここ。ダメージが伸びましたね。配信ダメージ、ちょっと雲行きが怪しい。ちょっとそれはいけない匂いがするの。私が代わりに預かっておきたいんですけど。あれあれあれ、結構爆死芸を生業としているところがあるので、それ中的には割とまずいことになるんですけど。あ、それはいけませんね、やっぱり私が預かった方が。あ、でも HP 伸びました、 HP 伸びました、セーフセーフ。あー、言えらん。やっぱり私が預かるべきの。まだ参る。まだ参る、まだ参る。あ、ロビーに人が集まり始めている。ちょっと16まで上げます。はい、アイスも全部上げちゃいましょう。全部上げてから行きましょう。上げましょう、上げきっちゃいましょう。これは率ですね、率に入りましたね。おかしいですね。おかしくない？ 20にしますね。おかしくない？おかしい。おやおや。いや、まだ。あー、ちょっと配信で神生物作っちゃうかな。まだ間に合う。まだ私の手元に来てもおかしくない。続いて、落ち着いて。まだ助かる、まだ助かる。おかしい。これで20になる。あー、ダメージに入りましたね。なんで？合計どんな感じですか？熟知19、回心ダメ 20.2%、回心率 5.4%、HP568 ですね。いや、まあ、なんとも言えないですね、爆死でも。30、少なくとも私がつけてるやつよりは絶対にいい気がする。まあ。さて、いや、でも素晴らしい。戻りましょうか。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。これは戻ります。はい、戻ります。はーい。ない。確かにね、なんか今日でしたもんね、なんかで。ゼロさんもついてないじゃん。無課金やかのガチャ運もめっちゃ悪いしな、ゼロさん。ゼロさん。ちなみにゼロさんどんな異物が出たんですか？どんな異物が出たんですか？ね、いや、大したことないっすよ。なんかありそうだな。ちょっと行ってみようかなと思っていただけです。いいのでなんで行ったじゃないですか。気になるわ。ちょっとなんでこっそり強化してみます。はい。楽しみ。楽しみにしておきますわ。じゃあちょっと発表していただくの。うん、では、そろそろね、次のイベントに行きましょうか。はい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 、では、皆様ミラーリングの私のミラーリングお願いします。了解。はーい。よいしょっと、次のイベントがね、だいぶ盛り上がることになると思いますんでね。タイトルがエッチなんだよね。ねえ、まあさっきのはね、肩慣らしだから。そう、さっきのはもう全然肩慣らしだから。こっからが本番ですよ。じゃあ皆さん大丈夫でしょうかね。少々お待ちくださいね。はい、はい、はい。では、続いてのイベントを発表させていただきます。こちら、ホイト。はい、シューボス裸祭り。エッチだね。エッチ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 。隣に書いてあるタルタリアの脱げ脱げ脱げ。エッチベルトだ。死ならないんだ。エッチベルト、エッチベルト、エッチベルト。ルールの方を説明させていただきます。はい、生物はありません、つけてはいけません。武器は星4以下の無凸レベル1。さすがにね、武器が星1のレベル1だとむずすぎた。キャラの凸数はもうどうしようもないので、好きなキャラを使ってシューボスを倒してきてください。その他の細かいルールについては各配信者さんの概要欄をご覧ください。はい、男のね、ナギが武器を買い忘れたとか生物つけたままとかありえるから、視聴者の皆さんはよーく監視しておいてください。よろしくお願いします。はーい、はーい、まーす。はーい。ということで、はい、皆さん、はい、裸祭りの準備はよろしいですか？もうすっぽんぽんですよ。あ、もうちょっと興奮するんでやめてください。まずいっす、まずいっす。私もすっぽんぽんにしない。それは報告ないない。カネルちゃんのすっぽんぽんはエッチだ。一緒に並びましょうよ、すっぽんぽんで。え、それはちょっと恥ずかしい。やばい、それやばい。ちょっと後でお願いします。ちょっと後ならいいんだ。裏です。いや、裏はダメです。後でちょっとチャットを飛ばします。はい、では皆様準備できたようでございますね。
イベント時間ですが、20時45分45分から30分間でお願いします。大丈夫ですか？はい、はい、はい、45分間です。あ、45分から30分間です。それでは大丈夫ですか？はい、それでは、掛け声いきましょうか。はい、はい、はい、ではいきますよ皆さん、せーの、星と深淵を目指せ。それではチームごとに分かれてください。はい、はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いやー、来ちゃいましたね。来てしまいましたね。やばい。どうしよう、どうしよう。やばい、あれか、ボビーさん、ボビーさんのところ加入しましょう。すいません、やばい、やばい、私が出ないと。そう、これはうちだっけ。あ、僕か。ん、ここも僕か。僕だね。ボビーさんです、お願いします。はい、あ、もうダメだ。あー、いける気がしない。いや、まあ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 、いやー、ついに来てしまったな、この時が。本当に、あれ、うん、あれ、ヤーチャーさんがいるぞ。あ、本当だ。あれ、あ、まだ出れてない。あ、今、今の席入ります。入った、入った、入った。OK、すいません。 OK、OK。 回線大丈夫そう。私は今日はね、大丈夫。よかった、よかった。セーフ、そう、ちょっと視聴者さんに言っておくと、私が練習の時にもう回線がゴミゴミのゴミで本当に何もできない状態だったんで、もう実質ぶっつけみたいなもの。まあまあ、でも、うん、ノーライトレーニングでは完璧なんで。そうそうそう、イメージでも完全勝利だったんだよ。いけるでしょ。いけるはず、はず、いけるはずです。いけるはず、よしよしよし、頑張ろう。まあ、タルタリア前に集合してもらって、まあ、装備の確認ですね。ズルしないように。さあ、みんな精錬1ですか、レベル1ですか、大丈夫か。オッケー、大丈夫、大丈夫、はい。そう、俺練習中にね、ずっと精霊ランク5のレベル1だったんだよね。もったいなすぎる、そうそう、本当に本当に。じゃあライデン強えなーって思ってたら、よしよし、そうそう、普通にズルしただけっていう。オッケーです、裸です、ちゃんと裸になりました。いや、語弊がある。やめよ、やめよ。女性が言うと語弊があるから。僕が言うんで大丈夫。それは、あ、よかったよかった。ちょっと、今スポンポなんで僕は。じゃあ、ガティさんにお願いします。あ、大丈夫です。今、裸なんで、はい。任せてください。そう、さすがに女性の方に言わせるわけにはちょっとね。男性は男性でやばいから。ボディチェック入れますか？ボディチェック。ボディチェック入れましょうか。ボディチェック。あ、ウェブカメつけますよ。今日で配信終わっちゃうんですけど、最後になっちゃうから大丈夫かな。さよなら。さよなら。インター配信。よし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 。あ、で、あれさ、先ねるさんが参加したよ。ここみ。そうそう、ここみ、ここみ。そうだ、ここみになったんだ。で、あれっすよね、再再ですね、結局最終決定がね、緊迫状態。そう、早期組は再例、やり組はセーフっていう感じで。そうね。はい、はい。再例の再例一。写真撮っとくか。水物なし。あ、写真撮っとく。写真撮っとこうぜ。せっかくだから。わあ、クレちゃん、クレちゃん真ん中。じゃあなんか。3、2、1で、カシャリで、決めポーズ撮ってください。決めポーズ、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、カメラ持つ、カメラ持つ。よし。いい？これで、OK です。はい。はい、3、2、1、カシャリ。あ、ねえ、決めポーズってすごい。あ、ちょっと待って。え、何？どういうこと？どういう決めポーズ撮ったの、今。え、どういうこと？キャラクターの、ポーズ。こっちで、こっちで、じゃあ、そっちで、もう一回、もう一回やって、あ、もう一回だけね、もう一回だけ、もう一回行っとこっか、もう一回行っとこっか、始まってる、45分だ、ああ、はい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 、よし、カメラセットしました、OKです、OKです、はい、タイマーつけて、じゃあタイマーつけます、はい、はい、はい、タイマーつきました、もうカウント始まってます、はい、ということで、行きます。いきます。もう一枚取っとく？はい、じゃあ3、2、1のカシャリ。ちょっと、バラバラ。3、2、1のカシャリ。行くぞ、行くぞ、行くぞ。もうボビさん今のもう実質5カウントなんだよね。1、2、3のカシャリだから。すっごいチームワークだ。素晴らしい。これはね、一発クリアになった場所だな。期待できる。
あれ、赤手さん入ってる。オッケー、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 はい。よしよし。よし、落ち着いてね。落ち着いてね。行きましょう。カウンターに気をつけていきましょう。ちょっと待って、ちょっと待って、大丈夫、大丈夫。こっち向いてるわー、タルタリアが。はい、はい、僕、あれですね、爆発置きます、爆発。はい、爆発。はい、お願いします。はい、はい、はい、はい。見えない、見えない。見えない、見えない。もう、タルタリアが見えない。近づきすぎないように注意で。挑発ポーズしてる時がね、わかんないからな。今ね、ダウン中、ダウン中、ダウン中。オッケー、オッケー、オッケー。はい、ナイス。あ、ダウン終わった、ダウン終わった。注意。オッケー、了解。あ、まだダウンしてる。あ、ダウン終わった、ダウン終わった。オッケー、オッケー。いけるんじゃない？印がついたら。いける、いける。いける、いける、いける。安全に。はーい、うわー、落ちてきて。ちょっと爆発温存しまーす。オッケー、オッケー。僕爆発止まるまで離れますね。ダウンしてます。はい。クラゲは置いちゃう。ドッカン花火。あれ、ボクさん、いける？はい、はい、バカときます。はい、バカときます。あ、だ。はい、置きました。オッケー。余裕だな。余裕じゃないか。てか、練習より全然順調。いや、ほんと、かっこいいない。あ、もしか。いいよ。はい。いいよ。あ、危ない。いいよ。オッケー、オッケー、落ち着いて。はい、爆発もたまります。ボビさんね、一回髪触れた方がいいと思う。はい、爆発。はい、爆発置いて。あ、で、ボビさん、壁から。クズラ、クズラ。オッケー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 、全員取れてる。オッケーオッケーオッケー、全員取れてる。オッケーオッケーだね。オッケーオッケー、全然いい。もうめっちゃいい、めっちゃいい。よし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 、ナイス、素晴らしい。スライドしてる。なんかちょっとおかしいよね、今の。惜しかったっすね。よし、はい、クラゲ。はい、これ突進。はい、まずい。オッケーオッケーオッケー、爆発爆発。あ、じゃあじゃあ回復回復だ。いや、大丈夫、大事件なら死ぬなら全然オッケー。すいません、なんとかかすかで押せれば、第三形態までいければだいぶ一回生き返るからね。いやー、頑張れ頑張れ頑張れ、大丈夫、回復できるからね。気を抜いた、大丈夫だって言われた。気を抜いてないんだけど、気を抜いたわけではない。一切爆発。あ、そう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 、オッケー、ナイス。ちょっと僕、爆発溜まるまで離れてますね。オッケーです。はい、どんぐらいで溜まります？あとね、あとちょっと、もう本当にミリミリミリ、はいはい、止まった。でもすごい、じゃあそれに合わせて一緒爆発、危ない、カウンターにいた。ちょっと一瞬離れる、おい、印剥がした。はいはいはい、オッケーオッケー、いいよ。あ、ちょっと俺体力やばいな。オッケーオッケーオッケー、はいはい、ちょっとガチ安全できます。はい、ガチ安全で了解。はい、爆発がもうたまります。爆発置きますよ。オッケー、いいか、はい、やらせる、爆発、はい、これいく。よしよしよし、ボビさん一回壁高いかも。壁、あ、ほんとだ、ついてる。うん、オッケーオッケーオッケー、見て見て見て、あ、上から来る、これ瞬間移動ね。あ、真ん中、はい、オッケー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 、ナイス、いいよ。いや、これは生きる、ダウン中、爆発、はい、オッケー、ナイスナイスナイス、マジでかい、マジでかい、それで、はい、オッケーオッケー、ダウン中ダウン中ダウン中、よし、ここでここで決めたい。ダウン終わった、ダウン終わった。よしよしよし、爆発食べとこ、爆発食べとこ。オッケーオッケーオッケー、ナイス、よし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 、戻りました。オッケー、安全第一。はい、爆発まだ半分、半分溜まってない。オッケー、半分溜まってない。これこれ、なぎちゃん先生とさ、きねるさん以外は離れないから戦いましょう。うんうん、僕あと7、3割かな。ちょ、怖いな。はい、爆発打ちます。クラゲ出せんの？爆発、ナイス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 、はい、ナイス。ちょっとごめんなさい、離れたところにクラゲ出しました。オッケー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 、ちょ、クラゲ、クラゲ、いやー、クラゲ死ななきゃ。もう、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 よしよしよし、賢すぎんだろ。よしよし、爆発置きますよ、爆発。よし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 、はい、爆発、ナイス。やばい、見えない、全然ね、エフェクトのね、柱置いて。オッケー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 、なぎちゃん先生があれなので、ナイス爆発、ナイス爆発、ナイス爆発。ちょっと待ってください。ボビーさん溜まってます？僕撃てるっすよ。あ、もういいよ、爆発っていいよ。もう撃てる。うん、大丈夫大丈夫。合わせる。ほぼ合わせる。オッケー、撃った。怖い、ナイスさん、携帯マジで。怖い。はい、いけるいける。いや、でかいシールド。今日マジで調子いいからいけるよ。本当に。あ、ここだ、ここだ。スタミナ溜めないかな、でも。あ、いや、これもう越したら。あ、ボビーさん、ボビーさん、壁壁壁。はいはいはい。やばい、これクジラね、クジラね、大丈夫、はじれば、はじれば、はじればいい。オッケー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 、全然オッケー、全然オッケー。爆発起きます。ナイス。残り2割っすね、僕。はい。ちょっとスタミナが残り2割。はい、了解。溜まったら打ちます。打つ。はい、お願いします。ナイス、印ついたら剥がしてもろって。あ、もう印の状況見れてない。オッケーオッケー。爆発起きます。ナイスナイス。爆発。いや、マジでいい、マジでいい、順調順調。僕一回離れまーす。はーい、あと半分、端っこ端っこ、了解、やばい、間に合う間に合う、大丈夫、オッケーオッケー、ナイスナイス、よし、危なかった、
よし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 よ行くよ、行けるよ、はい、爆発行けるよ、爆発を置きます、あったけー、シールド、あ、ちょっと赤じいさん危ないので爆発します、あ、ナイスナイスナイス、これ瞬間移動、瞬間移動、うん、あ、そっか、オッケー、ごめん、この間殴れなかった、全然オッケー、全然オッケー、大丈夫、大丈夫、全然大丈夫、あと6割です、僕爆発そろそろ切れるよ、シールド、シールドそろそろ切れるよ、オッケー、爆発まだ打てない、しばらく打てない、オッケー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 、これ安全な位置、安全な位置、安全な位置、我慢して、これクラゲも切れるからね、あ、クラゲ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 、あ、間に合う間に合う、間に合う、大丈夫、オッケーオッケー、嘘、いやオッケーオッケー、全然いい全然いい全然いい、いやもうシールドがない、シールドなしで頑張るしかない、これマジで安全な位置で、やらかした、オッケー、少なくとも私と赤 T さんが生きてればなんとかなる、そしてちょっと僕、やらかした、殴りく、どうもどうも。ちょっと申し訳ながら投げるオッケーオッケー、ちょっとゾッカーファミが結構頑張ってくれるから、上、あ、これはね、ちょっとね、端っこ、これちょっと周囲で、オッケーオッケー、危ない、あー、唐揚げもったいね、よし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 、順調には削れてる、残り3割ですね、大丈夫大丈夫、押していきましょう、安定で行こう、安定で、安全第一、安全第一、近づきすぎないように上注意、僕、爆発止まるまで近づかないっすね、オッケー、了解です、ここら辺がいいかな、いい返し、いい返し、ナイスナイスナイス、サイリーが仕事しすぎてる、うまい、神、間違いない、そう、私もさ、40% で結構仕事してる、サイリー、危ない、あ、みんなうまい、オッケーオッケー、でもなんかちょっとエフェクトが減って見やすくなった、わかるわかる、なんだこれは、慎重に行こう、慎重に、よしよしよし、あ、サキルさん、クラゲもらいました、ここ爆弾、ここに置きました、あ、あ、だだだだ、最悪だ、これクジャラね、クジャラね、離れて離れて離れて、安全第一、オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫、ナイス、私基本私がヘイト引いてればなんとか、ちょっとね、うんうん、怒りちゃうわ、爆発、ナイス、あたす、残り2割っすね、僕、もうちょっとだー、オッケーオッケー、いけるんじゃないか、いけるぞー、いける、感電上達強、ちょっとタイミング見て打ちますね、オッケー了解です、打つ、ここより、ナイスナイス、いいね、正面注意、オッケー、いいね、おい、いってる、いけるいける、危ない、ナイスナイス、爆発消えたから離れる、はい、残り4割、クラゲ浮いちゃう、爆発は、なんなら爆発っちゃう、ナイスナイスナイス、これいけるこれいけるこれいける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 、ナイス、すげえ、ありがとう、よし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 、ありがとう、みんな、初撃破、いや、いや、いや、うますぎ、みんな、いや、初めてクリアじゃないこれ、初めてクリアした、練習含めて初っすね、初だよね、練習で1回も突破できなかったのこれそうナイスすぎる、ちょっとナイス、あー、オッケーオッケー、じゃあ、次が弱打か、弱打か、え、これいけるよ、今日ナイスすぎる、いけるないけるいけるじゃあやばちょっと移動します、よしよし、ちょっと一回水飲もう、私も水飲もう、一回ね、落ち着いてもらって、やばめっちゃ興奮してる今、ね、よし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 、楽しい、うん、いやマジ覚醒してたっすね、残り、うん、本当に今日やばい、うん、あれなんかうまいんだよ、あごめん、ボビーさんもう一回送ってもらっていいですか、3人で行っちゃった、あ、うん、1回出ます、あとボビーさん飯やったら飯で回復していいかも、ああ、あ、クラゲ出そうか、あ、回復量が、あ、でもこれなんか回復しちゃうか、回復しちゃうか、これ、ん、飯食うと継続回復あるよな、確かなかったっけ、まあ、いっか、まあ、とりあえず大丈夫でしょう、うん、飯はなし、うん、飯なしだもんね、これね、うん、うん、あ、そっかそっかそっか、ご飯禁止、残り時間どれくらいっすかね、残り時間、よっしゃー、でも20分はある、うん、20分ある、あと20分ちょうどある、あ、じゃあ全然いけるな、結構いける、怖いよ、弱打だね、ミスっても弱打でやり直せるから、そう、確かに確かに、そうそう、最初からじゃないからね、そう、そう、まあ、これあれですね、頭中心の第二形態いたら水玉注意ですね、はい、そうっすね、はい、最初はとりあえず、まあ、とりあえずここはなんかなんやかんやでね、そうそう、なんやかんやで勝利シードで割と耐えられる、そう、硬すぎるから、うんうん、敵が弱ゲースなのか本当に効いてる、カウンターとかもないしね、全部ドッカーン、後ろ行きすぎると尻尾攻撃が、
バガッツ。潜った潜った。オッケーナイス。これは端に。端っこで行きましょう。回って。いやこのパーティーあれなんですよね、なぎちゃん先生がクレイちゃん貫突してっから幻想エネルギーがね回るんすよ。そう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 、ボビーさんがね落ちちゃった後も全然回したからマジでありがたかった。そうなんです、クレイ貫突はいいぞ。そうそう、クレイ貫突反則反則いいぞ、頑張りよ、ね、貫突しよう。そうそう、あ、ぶらぶら大丈夫大丈夫大丈夫、オッケー大丈夫大丈夫、まだちょっとシールドないよ、今シールドないから気をつけて。オッケーオッケー、シールドないのにはあんまり正面立つか、もうたまる。ボビーさん打った方がいい、俺。ゆっくり。尻尾、尻尾。尻尾気をつけて。痛いよ。はい、お願いします。後ろ行っちゃダメだ。正面によ、はい。爆発いきます。はい、お待たせしました。はい。ヘイマッチ。近いんだよ。大丈夫。オッケー。オッケー。はい、危ねえ、危ねえ、危ねえ。いや、タルタルより全然順調。楽。本当に。もう第三形態までは。近いな。大丈夫、じゃあ爆発起きますって。オッケー、僕も打ちまーす。ぼちぼち第二形態行くかな。そろそろ入るかな。そして、ね、ちょっと警戒で。あ、本当だ。あ、ほら。オッケー。クラウちゃん離れておいた方がいいかな。そうですね。これ復活ないんで安全第一で。怖いよね。うん。ボンボン届かないかな。で爆発があと 80%、今 80% なんで残り2割。オッケー、僕残り6割かな、6割じゃない。出るのでいつでもって感じです。最初は爆発ために行きます。はい、オッケー、はーい、まあ、これ横の水玉注意で結構判定広いんで、これ本当にそうなんすよ ね、 そうですね、先生のシールド来るまでは頑張りすぎない。確かに、そう、あれ食らっちゃうとね継続ダメージがめちゃくちゃ痛いんで、うん、はい、爆発を引きます、爆発を引きます。はい、爆発、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよいいよ、全然オッケー、本当に水水だ、オッケー、引きが悪すぎる。ちょっと僕も爆発止まればね。ごめんね、ごめん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 、まずい、これやり直した方がいいかな、やり直した方が早いかもね、うん、あー確かに確かに、やり直し、やり直しますか、申し訳ない。オッケーオッケーオッケー、最初立ってたところに水が湧いた。あーはい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 、まああるあるっすね、やくだり弱だと。オッケーオッケーオッケー、どうしよう、爆発溜めてくる、みんな息つい、今溜まってます。あ、溜めたい、溜めたい。あ、オッケーオッケー、そうです。溜めてきます。溜めていいんだよね。うん。いいと思います。オッケーオッケー。まあ、じゃあ適当に溜めましょう。溜めます、溜めます。いやー。よしよしよし。許せねえなぁ。本当に。許せねえ。湧き場所がずるいよ。湧き場所が。よいしょ。頑張れ。頑張れ。よいしょ。ご安心を。ご安心を。ご安心を。ありがたい。回復じゃん。ありがたすぎる。あとちょっと。あとちょっと。準備できたら余分で教えてください。はーい。はーい。じゃあ。いやあ、打たれ弱いから怖いよ。ねえ。補助力を。オッケー、溜まりました。行けます。ナイス。今どこで溜めました？ちなみに。あそこ、うん、なんて言うんだここここなんて言うんだろう、なんて言うんだろう桐原のちょっと下のとこにワープしてすぐ遺跡主へいるところ。あ、はい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 、じゃあ次そこでみんなで食べますか、もし食べなきゃいけなくなったら。そうですね、みんなでやりましょう、みんなで行った方が。よし、ワンモア、よっけー、よしよしよし、誰がムービー食らってるこれ。え、僕っす、僕っすです謎の、なんで俺本当に本当条件が分からない。爆発を置きまーす。オッケー。これさっきのやつ打っちゃっていいですよ。火力出したいんで。はい。僕持ちます。三連スタンプ。一回避けて。オッケー。ちなみに残り15分であるから、まあまだまだ。まあまあまあ。タルタル突破できただけでもかなりでかいからな。ね。そう。うん、でかいでかい。なんならタルタルが一番沼るまであるっすからね。これ爆発ちょっと温存していいこれ。あ、オッケーです。ここは全然。避ければ多分いけるっしょ。うん、ここは避けれるはず。うんうんうん、全然オッケー、全然オッケー。よし、全員溜まってるね。溜まってます。オッケー、溜まってます。順調、順調、順調。もうそろ終わるかな。これもう一回出てきたら、さっきと一緒でボビーさん、サキネルさん打ったら僕打っちゃっていいですか？うん、お願いします。多分回るっぽいんで、あと、なぎさ先生も打っちゃっていいですよ。はい。ちょっと待ってね、今行きます。オッケー、全員が打ったら。オッケー、ナイス。オッケー、打ちまーす。いいよ。オッケー、全然いい。サネスタンプ。
はいはいはい、爆発溜まった、もうすぐ撃ちます。はい、はい、はい、あざっす。助かる。残り5割ですね。ふオッケー、オッケー、勝利が強い。本当に強すぎる。本当に勝利先生必須だな、マジで、うん、ね、あ、ぼちぼちですよ、ぼちぼち。はい、もう爆発します。これちょっと水に残したいけどな、苦しいかな、危ないかな。いや、残しちゃってもいいんじゃないですかね。可能だったら、あ、突進。いや、でも怖いな。あ、じゃあ撃っちゃったですよ、僕溜まってるんで。じゃあ撃ちます。あ、はい、うん、じゃあ、まあ。しゃあない、しゃあない。危ねえ。これはタイミングミスったくさいな。まあ。しゃあない、しゃあない。今、撃ったらかんです。こっから。そっからかん、了解。よしよし。そこでこれ、そこでやるのかな。これここでやって大丈夫かな。ちょっと柱借りよう。あ、一回潜った。あ、真ん中行くか。真ん中行ってからだな。来るかな。はいはい、オッケー。柱安全だ。爆発打ちました。おい、止めまーす、はい、脇場所に注意。いや、ここはもう頑張るしかない。いや、脇場所マジで怖い。この辺大丈夫だ。爆発あともう少し。爆発切れちゃいました。爆発打ちます。ナイスナイスナイス。はい、ナイス。あ、やっべ、食らった。いけ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 。大丈夫。食らった。いや、大丈夫。さん、クラゲあります。いや、クラゲある。どこ。あ、あれ。危ない。最悪。うわ、マジか。後ろ消えた。ごめんよ。いや、これは僕が。これは、これはどうすっかな。これ多分アガティさんいないと爆発かなり。きついかな。きついかも。もうやり直すか。やり直しますか。オッケー。いやー、わー、申し訳ねー。最悪だ、撃っちゃった。いや、これ申し訳ない。水形態結構難しいぞ。むずいね。うん。むずいね。いや、爆発温存しとけばよかったな、やっぱ。あそこのタイミングだな、確かにむずいな。じゃあ、エネルギー貯めますか、アカティさんの。はい。みんなで貯めに行こう。あそこ、例のとこで。ここで、ここでいいんだ。いやー、ちょっと申し訳ないです。無茶しすぎました。そっちか。そっちか。あ、こっちですか。どっちだ、あ、二手に分かれてる。これどっちだ、そっちだ。いや、そっちだ。こっちの方が近いから。ごめん。申し訳ない。男女で派閥が。危ない。派閥ができてしまった。いや、4人で貯めればすぐだ。すぐ。あざっす。いけ、溜まりました。はい。またテクトがやばい。じゃあ、先行ってまーす。はい。じゃあ、呼びますよ。はい。ちょっと待ってください。あと3割かな。オッケー。私ももう少し。頑張れ。僕はもうちょっとで。止まれ。これでどうだ。止まりました。オッケー。ココミンは。ココミンオッケーでーす。よし、行きましょう。やっぱ第二形態だな。次こそ。いや、実は練習で弱打は結構いけたんだよね。そうなんですよね。タルタルよりも。そう。しかもあの、なぎちゃん先生がめちゃくちゃ重いとき。そうそうそう。あの回戦でいけてるなら、今日の回戦ならいけるはず。うん。今日はでも調子がいいから絶対いけるはずだ。よいしょ。今、アカディさんムービーもらってるのかな。はい、爆発を置きまーす。オッケーナイス。あ、じゃあ、クラゲ置いて、回復してもらって。トゲ飛ばし。爆発ったら打ちますね。あ、オッケーっすよ。はい、爆発ちょっと温存して、了解です。この間でここで一回打ちます。あったっす。僕残り3割っすね。ナイス。はいはい、うん、そろそろ潜るかな。潜りそうな予感はする。次の場所見て潜る。オッケー。ここはじゃあちょっと温存、端っこで端を。うわ、おぉ、びっくりした。端まで行くと U ターンするから。怖っ。追われてても、ひゅー、よしよし。怖い。思ってた以上に緊張感あるんだなって。いや、ね、本当に、うん、確かにね、こんな強かったんだなっていうね。そうってやっぱり強いんだ。強いんだ。ごめんない、いつもなんかライデン将軍とかでぶっぱしちゃって。あ、しっぽん注意。ごめん。なぎ出せたら危ないんで、クラゲ。爆発を置きます。クラゲ捨てるの。ありがたい。今これ打つわ。ちょっとなんかラグいな、怖いな。あ、本当にちょっと、いや多分エフェクトがちょっと重たいから、うん、それで結構ね、そうずれてる。ぼちぼちですよ、ぼちぼち。爆発2発目いきます。爆発置くよ。はい、オッケー。じゃあまだ溜まってないです。から次の粒子が欲しい。オッケー。水までに粒子が欲しい。
今クレ爆発ってたまりそうっすか。たまりましたかな。たまるたまる。一回避ける。あ、これも全員端っこちょっと切れてますね。まだ溜まってるよ。ナイス。これはいいんじゃないか。あれ、これで水溜まって途中で切れるんでしたっけ。出てきてからしばらく経ったら切れるはず。切れた気がする。一回じゃ避けに。そうっすね、そうっすね。徹してもいいかな。確かに。これ今僕ムービー食らってます。オッケーです。ちょっと余計に徹底しますか。じゃあ爆発を置きますよ、はい、置きますよ。爆発欲しい、ね、離れすぎるとあれだから。そうかそうか、はい、オッケー、あ、もらいました。オッケー、ここはちゃんと避ける。避けます。うわ、しっぽ。いやー、うわ、しっぽ痛い痛い。おしっぽ痛いよ。うわー、びっくりした。ボビーさんやばい。ボビーさんやばいな。あ、僕爆発したらたまらない。いや大丈夫、セルフシールド貼った。ナイス。とりあえずナイスナイス。とりあえず大丈夫、爆発さえもらえれば。オッケー、消えた消えた。よし、消えた消えたよ。いけー。うまい。はい、爆発。よし、よし。はい、あとはクラゲか何か。狙われてる人注意で。あたす、あたす、あたす。やばい、OK、大丈夫、大丈夫。オッケー、オッケー、オッケー。ナイス。危ない、危ない、危ない。助かった、助かった、助かった。あれ、クラゲが、どこだ。あった、あった、あった。残り2割っすね。ふとしんくる、ふとしんくる。溜まってく。なるべく正面寄りで。そうだね。ボビーさん、溜まらさそう。いや、うん、あと2割、2、3割。オッケー、ちょっとレーザーエネルギーが欲しい。オッケー、あ、止まった。はい、行きます。はい、あ、やばい、クレーザー。危ねー。あ、ナイスバリア。危なかった危ない危ない危ない。クラゲのせる。ちょっとナギちゃん先生危ないかも。だから今もかけたよ。ありがとう、ね、そう、クラゲね。まあ、誰か切れたら教えて。あ、シールド切れたら教えて。オッケー、このタイミングで打つ。オッケー、ありがたい、ありがたい。大丈夫、そろそろ時間経過するから打ちます。ナイス、オッケー。はい、ちょ、僕もつずれるな。ねえ、クラゲどうぞ。あ、置いとくね。ありがとう。ここめっちゃ近いとこ行っちゃった。ありがたい。ここがっつり粒子が欲しい。がっつり粒子が欲しい。潜った潜った潜った。これ元に戻るか。元の場所に戻る。多分もう一回爆発打つね。水玉了解。爆発打ちます。僕まだ溜まんない、僕まだ溜まんない、はい、シールド、はい、シールド。水玉です。水玉攻撃が復活。あ、避けます、避けます。やばいやばいやばい。避けに徹する。画面左を見つつ。いやー、きつい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 。もうシールドない人いる、もしかして。大丈夫、まだあります。ある、もう切れるよ、はい、シールド。あと、もう爆発もない。あ、切りました、オッケー。うわー、怖い。あ、やばい。あ、クラゲよし、クラゲ、クラゲ、クラゲよし、クラゲよし、クラゲ、アカリさんにクラゲ。いけるか。あ、待って、ごめん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 。うわー、ごめん、いや、ごめん、これは僕が見つけられなかった。ごめん、本当に。あ、そっちだったのか。どんまいどんまい。近寄れなかった。いやー、ソリ爆発。いや、どうだろう、これこのまま行ってみる。あと6分しかないんだよね。押し切るか。ごめん、申し訳ない。リセットして最初から6分で行くか、ここから6分で押し切るか。いや、押し切った方がいい気がするな、ね。いや、マジで、まあ、でもエネルギーたまらないな、これねえ。うん、くれ、今が正念場だ。やろ、避けて。あ、一応吸収まで来た。やばい、クラッちゃった。ごめん、ここにいる。あなたで、ごめんね。どこだ。あ、クレちゃんが目の前で。やばい。じゃあ一回戻るか。これ二人じゃ無理だな。いやー、申し訳ない。申し訳ない。じゃあもう一回エネルギー貯めてそこ行こうか。やれるとこだまでやろう。やろう、最後まで。いや、申し訳ない。いや、いや、でもこれは僕っす、ほんと。難しいよ、これ本当。爆発のなんか回しが難しいね。うん、ですね。いや、水本当に苦手だな、私。私も苦手。うん、水が一番難しいですよね。いや、本当水本当にむずい。うん。わ、重た。やばいぐらい重たい。もうエフェクトが、もうすんごいこと上がってるから。カクカクだ。よっしゃ。たまた。早っ。はいはいはい。あ、たまりました。僕あとちょいです、うん、待ってます。はい、溜まりました。オッケー、はい、あ、来た来た。へえ、これ本当にむずいな。むずいっす。よし、じゃあもう行けるとこまで。じゃあ行きましょう。第2形態ぐらいを目標に。よいしょ。まだあと4分57秒あるから。4分あれば行ける。4分あればいける。いけるいけるいける。はい、爆発置きまーす。はーい。はーい。ちょっと前のめりで行こうか。はいはい。オッケーオッケー。火力前のめりで。はーい。了解。ゴリゴリに。もしかしたら、
もう全てが綺麗に噛み合えば倒せるかもしれない。うんうんうん、第三形態ぐらい拝みたいな。そうですね。うん。あとちょっとで溜まるっす。はい、溜まりました。オッケー。溜まった溜まった溜まった。あとみんなちょっと頭の方に集まろう。うん、そうだね。オッケー。クラゲの位置とかもいろいろ考慮して。うわ、マジか。尻尾も来るし、クラゲの位置も合わせやすいし。確かに。溜まって。どうしよう。固まるぜ。止まろう。止まろう。止まろう。おっと。うわ。でもうそろ真ん中に戻るはず。うん。よし。じゃあゴーゴー。ゴーゴー。はい、パタツ起きます。ナイス。ナイス。はい。ナイス。正面。まだ全然たまんない。残り8割くらい。あでも結構たまってる。結構たまってる。いやクレイが強い。マジで。ビビるぐらい溜まってる。粒子がね、最大で3回ボンボン爆弾投げれたりするから。ああ、それもでかい。はい、爆発。シールド、もうバッファイズ。ナイス。いよいよ。オッケー。はい、チェンジ。はい、離れます。はい。はい、バターチャット3割、2、3割。おい。はい、僕6割。最初注意。ちなみにここまでで約1分40秒。あ、でも結構早い。これ頭ビタビタでいきますか、もう。そうしますか。水玉は食らわないし。うんうん。うん、行こう行こう、もうどんどん行こう。変に分かれない方がいいかもしれない。ですね。オッケー。はい、爆発。天丼ナイス。よっしゃ、ゴリゴリに行こう、ゴリゴリでも。いけいけいけ。もう正面にくっついて。くっつけ。もう多少食らってもここ身でカバーできる、多分。そうですね。ここも溜まった人から次第打っちゃっていいですよ。了解。はい、もうどんどん行こう、どんどん。オッケー。私勝利。ナイスタイミングすぎる。倒しきるぞ。え、いけるんじゃないか、結構いい。倒せる、いけるいけるいける。爆発中。はーい。でかいでかいそれ。いいよいいよ。いけるいけるいける。僕当たっちゃう、たまった。いや、削りが早い。削れて走るのって。かわいい。ズルしてる。ズルしてます。あれなんか、あっち、頭に寄ります。オッケーオッケー、はい、あれ、はい、いいよ、第三形態いけるんじゃないこれ。この方が良かったかもっすか、さっきから気づきかったけど、ね、攻めの姿勢が大事だった、はい、爆発こそ防御だ、爆発つよ、うん、はい、オッケー、あ、これいけるマジで、はい、あ、もう余裕なんだけど、離れよ離れよ、はい、離れます、かわいい、あれ、あかりさん、これ大丈夫、大丈夫、あ、大丈夫、ワープした、ちょっとこれちょっとだけ欲張っちゃった、撃っちゃったから、欲張っちゃった、そうバカツ溜まってるから、バカツ溜まって、あ、でもルーレットは頑張るよ、どうする、いや、でもルーレット根元にいた方が多分避けやすいっす、うんうんうん、あの範囲が狭いんで、あと1分40秒 OK、行くしかない行くしかない、近くにいた方が見やすいから地面ですね、ルーレットシールドいる、これ避ける、いやー、行けるんじゃないか、欲しいかも、欲しいかも、私のお手に入れて、はい、ハットコ、 OKOKOK、 まだ来てない、まだ来てない、これか、大丈夫大丈夫、安全な位置で行こう、ここは、うんうん、はい、オッケーオッケー、頼むぞマジで、いよいよ、うわー、そう、何か止まらない、うわ、マジか、分かった、最悪、どまい、オッケー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 、うわー、もういいですか、しゃあないしゃあない、いや、でもこっからの方がもっときついからね、そうだよね、しゃあないしゃあない、これはむずい、まあ、どの道、申し訳ない、いや、行こう、このままちょっと行ってみよう、うん、行けるとこまで、頭集合で、頭グイグイ、あ、痛い、分かった、あ、待ってね、ちょっとね、完璧できないよ、あ、雷くらった、雷、そんなにグラミングがあるんだった、うん、まあ、やれるだけはやったわな、やろう、かなり頑張った、やろう、うん、めっちゃ減ってますけど、体力、死にます、すいませんあ、でも生きてる生きてるんだ、起きてる、頑張れ、かっこいい、行けるとこまで行こう、頑張って、お願い、水くるんだね、ここで、いや、だから伝わらん、そう、水と雷の合わせ技になるのがきつすぎるあ、きつい、痛い、これはきついいや、まあ、こうなるよな、やばーいやー、めちゃめちゃ頑張った、よっしゃ、時間切れっすね、まあまあ
はい、終了となりました時間も。ナイスファイト、はい、まあ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 、うん、練習でいけなかったタルタル焼けたんで。そう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 、大満足よ。練習、練習ではあの宿女も倒してるから。あ、そうそう、実質ね、まあ、実質全部クリアだ。実質全部クリアだね。実質クリアよ。はい、楽しいな。でもね、あ、そっか、戻るのかこれ、ね、これはまだみんな戻ってない。あ、もうみんな戻ってますね。戻ってる。じゃあ戻りますか。じゃあお疲れ様でした。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。帰りなさい。帰りなさい。ではなぎちゃんチーム、ボビーさんかな。あ、違うわ、なぎちゃんか。うん、うん、俺の DM に送ってください、結果報告。お願いします。いや、みんなどこまで行ったんだろうなぁ。ねぇ、ね、この後結果発表させていただきますが、そちらをね、楽しみにしていただければなと。うん、まあ、なぎちゃんチームはおそらく優勝だろうな。おぉ、そっか、まあ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 、もうこれ超えるのはないだろうな。まあ、間違いないっすね。間違いない。なんでみんな違いなかったんだ。これはうちらがナンバーワン。ナンバーワン。チームワークはね、本当に、うん、そう。あ、親父チームも帰ってきましたね。じゃあ、親父送っておいてください。はい、送りました、しんちゃんに。はーい。あったけ、ここに。回復あげる、ありがたい。残りがあとはノエルさんチームかな。うん、オッケー。めっちゃ喉乾いた。いや、ほんとに確かにね、白熱してたわ。危険すぎる。疲れが、疲れ様です。では皆さん揃いましたかね。ちょっと、結果を集計いたしますので、少々お待ちください。はーい、お見せします。はーい、はい、いや、結構みんな頑張ったんじゃないですか。いいとこ行ったんじゃないですか。頑張った。いや、もうめちゃくちゃ頑張りましたよ。正直ね、みんなね、俺らのチームが一番だわって思ってる気がする。確かにね。これはみんなね。俺はどうかな。うん。いや、でもね、みんな、みんな多分ね、うん、私たちのチームね、めっちゃ練習したんですよ。うんうん。だからみんなもしたと思うけど、ちょっと一番狙いに行きたいと思います。うん。うん、俺らやばいからな。やばいですよ。そう、カナルさんがわざわざスポンポンなったんすよ。そうですよ。ねえ、ほんとにすごい。いやいやいや、これ全員ゼロなんで。母性がありますね。あっす、あっす、かあっすとか。さあさあさあ、最小勝。でもどこも多分すごいんだろうな。アーカイブめっちゃ楽しみです。うん、ね、うん、楽しみ、楽しみ、踊りました、ね、でもこれ視聴者はニヤニヤして見てるんだろうな、今配信してる人はね。結果しちゃってくるからね。そうそうそう、みたいな感じでね、きっとね、みんな16窓してるだろうから。そう、ね、16窓。何が何だか分からない。してますよね、そこの中。モニター何枚かな。買いましたよね、モニター。全員、全員通話してる音声入ってるから。何言ってるか分かんない。ラグがやばそう、ぐちゃぐちゃになっている。いやー、どうなんだろうなー。どうか、少々お待ちくださいね。まあ、ね、まあ、ちょっとお待ちくださいよといった感じなんですけど、うん、うん、改めて面々を見ると本当にどこが勝ってもおかしくない。うん、うん、そうだね、このチーム、うん、そうなんだよな、マジでね、いい勝負だと思う、どこのチームも。うん、うん、そうだね、そうね、うんうん、いや、でも実は全然負ける気しないんだよな。いや、もうなんすよ、練習で、さっきからボビーさん、そう、いや、練習で戦ってますよね、敗北を知りてえなって。そうそうそう、言いますね。任せてほしいわ。いや、うちら今日、最高記録更新したんでね。そう、そう、最高記録をね。ここまでいっちゃいますかみたいな。うん、そうそう、ここまでいけますかみたいなね。そう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 、こりゃやべえな。はい、では、集計が出ましたね。はい、はい、では発表させていただきます。はいはい、はい、では結果はですね、あ、皆様、まずは私のミラーリングの配信をお願いします。はい、はい、はい、今こちらチーム出しておりますので、うん、はい、 OK です。 OK です。いや、でもこれどうしような、ちょっとね、ちょっと予想外のことが起きたんすよ。ほう、予想外のことが起きたんで、これね、結果どうしような。何これ、何事、どうしようかな。
まさかのニヤニヤ。ニヤニヤ。同列とかじゃないの？ああ。そう。どうしたらいいのかな？ああ。どれ行きましょう。まあ行きましょう。まず第4位から発表させていただきます。はい。はい。第4位が。チーム F、なぎちゃんチームおー、ボビーさん、ボビーさん、ボビーさん、え、なんですか、敗北を知りたいと、なんだっけ、タルタリア完全クリア、これは第3ってことは、そうです、そうです、そう、ジャクタで死んだってことになるのかな、そうです、そうです、はい、最高記録です、あ、嘘ついてないんで、最高記録更新したんで、最高記録更新しました、はい、練習のタルタリア一回も越してないんで、ちょっと、あ、そうだったんですか、それは記録更新、それは記録更新、そう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 、敗北を知りたいっていう気持ちだけね、気持ちだけ、敗北を知りたいな、敗者の言い訳は大丈夫なんで、敗者の言い訳は大丈夫なんで、おめでとうございます、今日はワイワイする企画なんて言ったじゃん、勝ち負けないって言ったじゃん、第3位なんですけど、はい、これ同率2位ということにさせていただきます、2位で、なんだって、何、チーム E とチーム H、 ノエルさんチーム、新チーム同率2位です、ということは完全倒しきりました、でライデン将軍で途中敗退ってところです、なるほど、すごいっすね、すごいすごい、はい、見てください、ライデン7割削りました、7割削りました、7割削ったの、第2形態3回倒したんで、第2形態3回やったんで、こっちも、あ、結構多いですね、時間勘違いしてました、こちらって、終わってた20分経って1回、あーなるほど、あーなるほどなるほど、そういうことな、4人全員タイムをね勘違いするという、20分やと思ってた、シンジが全員ポンだった、なるほど、全員ポンだった、誰も気づかなかった、やっぱ渚のポンが伝染してる説があって、ここなるほどね、ゼロ3を持ってしても止められなかったのか、なるほど、それでしても20分でやってたからさそう、逆にね、あ、そうそうそう、前でそうなんかチーム考えてなかったから何も、うん、そう、あと10分あんだみたいな10分あったらだいぶ近かったな、うん、全然違うなそれは、うん、はい、ということでもうお分かりですね、うん、1位のチームはチーム G 親父チームです、結構来たー、いやすごい、わしが親父塾塾長、以上に、え、チームさ、どういうパーティーでしょ、めんどくさいめんどくさい、チーム G、以上にないのに、親父さんにお願いしよう、親父さん、親父どんなチームで行ったんすか、なんだっけ、サンゴナミヤホコミ、ライデン将軍、将軍先生、イエラン、イエランの4人、イエラン、いやいや、一緒じゃん、一緒だわ、一緒じゃん、いや、指示出しがマジで親父さんがやばかったから、いや、本当にすごかった、的確だった、噛み上がってた、最後を覗き、いや、最後だけ悪けのわからん指示されたけど、何それ、それ気になる、マジで完璧だった、本当素晴らしかった、最後何それ、めっちゃ気になる、ちょっとアーカイブぜひ見てください、ぜひ、アーカイブで見とっていただきます、ちょっと常人には対応不可能らしいかと、困惑してた、気になりすぎる、はい、じゃあ、ね、他チームにもお話を伺っていきたいところですが、まあ時間もね迫ってきているので、次のイベントに参りましょうか、はい、はい、はい、このまま、ミラーリングのままでお願いします、うん、はい、では、こちら本日最後のイベントとなります、こちら、はい、最大ダメチャレコンテスト、イエーイ、ダメチャレ、最大ダメージにはロマンがあるということで、ごめんね、なんか話してたな最大ダメージにはロマンがあるということで、キャラと武器を縛られてどれほどのダメージを出せるのかということで、視聴者の皆さんは各配信者さんの概要欄に詳しいルールが載っているのでご覧ください。ちなみに、個人的な優勝候補は伊集院ゼロさん率いるチーム L が、やはり強そうだなと思っております、はい、なるほど、ね、ここのチームがやばそうですよね、いや、そんなことないですよ、なるほどね、まさかね、そんなことないですよ結構皆さん自信ある感じですか、おー、言いますね、じゃあチームよりにどれだけ迫られるかだな、マジで攻めれるかだな、マジで、でもこれそう、視聴者さん知ってるかわかんないと思うんだけど、みんな事前練習とかしてないので、そうなんですよね、じゃあいけないっていう風にしたんで、そう、ぶつけ本番です、本番、
あのどれくらい火力が出るのかなっていう計算はやっていいけど、実際に立ち回りは行わないでくださいっていう風には皆さんに釘刺しておいたんで、ここで実際にぶっつけ本番で立ち回りをしてください。そう、はい、ドキドキだ、はい、だやばい、ミスったらゼロさんに殺されるわ。かわいそうに先に謝っとくわ、ゼロさん、ごめんな。怯えてるチームメイトが。ブラック企業だもん。コートで支配していく。スパルタすぎる。支配政治じゃん。さあ、それではそろそろイベントの方に移っていこうと思いますが、皆さん準備よろしいですか？あ、ちょっと長めに取っといてくれると助かるかも。あ、時間ですか？うん。OK です。じゃあ、20分取ったらあかんわ、準備の時間に。7分くらい取りましょうかね。35分からで。うん、ちょっと長めに、はい、はい、ありがとうございます。25分から20分からいきますと。了解です、ね、はい、まあ、結構ね、テンポよくやってたんで、視聴者のみんなも一旦ちょっとここでね、うん、箸休めじゃないですけど、はい、ゆっくりしてもらって、はい、では35分から20分でいきましょうか。では皆さん、チーム分かれる準備よろしいでしょうか？はい、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 では35分から20分間測ってください。それでは掛け声いきますよ。えい、これ言うの今日最後っすからね、これ言うの今日最後っすからね。あ、そうそう、気合入れてください、気合入れてください、いきますよ。はい、はい、星と深淵をめめめめめめ。はい、では各チーム分かれてください。はーい、はーい、はーい。お疲れ様です。あー、社長おはようございます。おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。社長、社長、社長、じゃあ社長のとこ行こうか、とりあえず。そうですね、そうですね、そうですね。ビビってんな、すでにビビってんな。ちょ、自分の今後がかかってるんでね。そうね、そうですね、うん、自分の首がね。社長、この中で一番不安な人は誰ですか？やめてよ。やめてよ。カナルさんです。でもカナル人じゃなくて猫なんで脳幹ですね。ああ、いや、自分から、あ、そうね、そうしようか。、うん、そうしようか。納得しちゃうのか。カナルさん、とりあえず、とりあえずここ壊してください、この水晶。うん、水晶、これ、はい、これ、あ、あ、労働。そうです、まずこの詳しく。そんな始まってるんや、もう。社長、壊せません。打ち合わせとかじゃないんや、もう始まってるんや。壊せません、大丈夫かな。大丈夫、あの、大丈夫かな。社長、一番壊せるんじゃないですか。確かに。いや、あの、壊せる壊せないとかじゃないんすよ。修正を使うか使わないかって話。そうですね、できる人がやんなくちゃいけないとかじゃないんです。あ、社長、ちょっと七天神像行って吸ってきますね。チューチュー。切ってきます、はい、切られた。これちょっと待って、装備大丈夫？そうね、精錬ランクとかちゃんと見とかないと。ね、今回ね、ちょっと縛りがある程度あるんで、これでいいか。どうしよっかな。それに火力出した方がいいよな、ある程度。ある程度。うん、まあそうだね。ちょっと貯めてもいい？貯めてこなきゃいけないね。あ、俺も一回みんな貯めて、貯めとこうか。素振りするか。素振りね、オッケー。素振りね、オッケー。うん、素振りしよう。まあ俺もダメチャレとか全然やったことないから。え？うん。俺ダメチャレ別に興味ないから、あんまりやったことないから。そうだよな、俺も全然やってないわ。私も、うん、これを機にやるか。ああ、決めちゃおう。決めちゃおう。ちょっとあのゼロさんがあのあれやから、俺があれするから。うん。あれとは。ね、いや、ゼロさんちょっとあれしんどそうやから。あ、そうだね。うん。いや、ほんまにほんまに。うん。はい。かなさん溜まってる？これね、6割ってとこ。OK。で、いっぱい溜まった。溜まったわけで、一回からくり行こう。からくり行こう。あの、からくり前でいいんじゃない？オッケー。うん。実際練習とかしなければいいんだよね。やばい。せっかく溜めてるし。大丈夫？
大丈夫。そう、からくりのとこで、そう、手順だけ順番にちょっと確認しながら、うん、それぐらい、それぐらい大丈夫、大丈夫だろ、うん、こう素振り、え、いいんじゃない、ここでするぐらいは立たずにね、うん、ここでこうでこうで、うん、あーってことよね、うん、ゼロさん、あれタイムいける、タイム、うん、あれ何時からだっけ、いや35分からやから、35分か、時間が20分やったっけ、20分 OK、うん、そしたら手順が、手順がまずディオナ爆発やな、はい、ディオナ爆発って氷付着されたのを確認したらもう、あ、でてかもう撃ったらあれか、撃ったらもうカナルさんすぐ爆発って、うんうん、はい、はい、で俺それ見てから妖怪起こすんで爆発で、うん、はい、でカナルさんは俺爆発切って、うん、その後通常ペチペチ殴るから、殴っ、うん、俺カラクリが炎付着したなってステータスバー見といて、うん、炎付着された瞬間、カナルさんいける、大丈夫、うん、返事が、あ言うとから、大丈夫か、言うとから大丈夫、大丈夫、うん、え、カナルさん今っつって、今って、今っつって、一応把握してるけど、あ、俺言うわ、俺言うわ、うん、はよっつって、うん、で、スキルを打ちますと、あとスキル打ちます、ああそうそう、スキル打って拡散、炎拡散を起こして、うん、そう、炎拡散を起こして、あとその後もう、うん、それでその後に炎拡散を起こしたらディオナが一応、うん、っていうか、うん、スキル、うん、氷付着させた状態で、うん、ゼロさんが爆発、 OK じゃあ大丈夫、もうあと3分で、なぎちゃんから、はいはい、これはスクロースのスキルは1回でいいんでしょうか、いいですね、はい、いいよ、うん、うんうん、じゃあOK かな、これってどこで戦うの、カラクリ、カラクリやな、今ワープンどこおるから、まず分裂して騎兵倒した後だから、そこまでがちょっと大変かな、危ないと、うん、だから騎兵がミリになっ、そう、ミリになったら、あのスキルのクールタイムとか気にしながら、うん、行きましょうか、感じかな、最後の騎兵周りのベベベベベを倒してから、真ん中にいるやつにドーンって、あ、そうそうそう、ダウンしてからこれをやる、うん、え、餌って食べ、あの回復っていいんだっけ、回復いいんじゃない、料理とかはバフじゃなければいいんだよね、バフじゃなければいい、オッケー、ちょっと見て、あ、バフなんだ、いや、料理バフ大丈夫、あ、いいんだっけ、そうなの、うん、ダメージャリアから料理バフは大丈夫、そっかそっか、結局アタッカーが最終的に殴るだけやけど、うん、だから俺しかまあ食べなくてもいい、周り食べとってもあれなんか、食べててもいいんじゃない、あの、あ、俺一応カラクリを早めに倒すって意味で、そっかそっか、ちょっと待っといてな、すぐ戻ります、はい、料理ないんで私もちょっと取りにくく、回復アイテム一つもなかった俺なぜかそれはまずい、それはまずい、うん、え、緊張する、私もここがね、私一番緊張するとこだったの、いや、ここはそうなんよ、手順、そうそう、手順をちゃんと踏まなあかんから、まあ練習なしだしね、そう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 、ぶつけだから終焉、精錬1、吸気族、ゼロ3ってさ、怒ることあるの？ゼロ3、怒ることはあるかもしれないけど、今怒る気力はないよ、だから静かに怒ってるからちょっと猶予期間はあるわけだ、うん、なるほどね、静かに怒るんだ、あのちゃうで、ちゃんとしたらいいんやで、ちゃんとしたらいいんやで、そんななんか失敗前提みたいな、ちゃんとしたらいいんやで、いや大丈夫、任せといて、もう大船に乗ったつもりでいてくださいよ、皆さん、いや、そうだよ、詰める前ですから失敗するわけがなかろうに、まさかね、あのさ2000さ樹脂貯めようと思ったのに今日間違えて1回使っちゃったんだよね、やらかしてるやん、もうまあでも1回ならまあ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 、うん、まだいける、うん、取り戻せる、オッケー、なぎちゃん先生が言うんだったらせやで、なぎちゃんが言ったら大丈夫、あ、私に丸投げしないでください、裏切りこれな、まあこれ言うてなぎちゃんはうん割とやりやすいかもな、私が多分一番簡単なのかな、役割的にはそうね、カナルさん言うて一番むずいかもしれん、うんカナルさんむずいマジで、でも、あの一番ダメそうなやつに一番重大な責任を
こう持たせているということはみんなのエコか始まるかな行きますかね、うん、まあ多少ずれても大丈夫だから信頼してるからねみんなねじゃあ一回やる OK やろうか1回しかできないこれいや時間のやったらいいだったら OKOKOK、うん、大丈夫俺らならいけるよっしゃ、はい、じゃあタイマー始めたよ OK 行きます食べた行きますまあ食べなきゃやべえやべえ珍しいこと言ってるまずい社長がちょっと社長がやべえぜやるぞとりあえずは削るとこはうちだったけどもやっとこ、うん、普通にスキル打ってくわオッケーこの日のために爆発は爆発切ってもいいんかな切らんがいいかさすがにちょっと怖いかな、うん、スキルだけで、うん、どこまで削ったら分裂するかな半分ぐらいかな半分も削らなきゃいけないのかまあ時間帯でも行くからそうよね、うん、時間帯かそうあいやあいやよけてトラックトラックそういう系じゃないねそういう系じゃないねあそういうのじゃない、うん、ごめんあ分かりづらかったあー来たよ、こっち来て。あ、いいね、いいね。はい。落ち着いて。クラゲですね。落ち着いてね。一応シールド貼るけど。はいはい、とりあえずね。周りに注意して。とりあえず殴りまくろう。うん。はい。殴るの大好きだからね。もうちょいで死ぬよ、クラゲ。カエルさん、カエルさん、頑張るで、もう。うん。あ、はい、行こう。オッケー。ナギちゃんから。行くよ。はい。はい。カエルさん。はい。俺、はい。カエルさん、見て。ついてる。はいはい。あ、じゃあおかしいな。ワンチャンおかしいかもしれん。ワンチャンおかしいね。おかしいな。おかしいね。まあいいや、一回打つわ。あ、しかも6万だし。あ、出ます。やり直しますか。いや、ちょっと俺も今、あれが出ちゃったから。カナさん、あ、出ろ。一回出ろ。一回離れようか。透明にワープして。一回ためよう、各自。うん。うん。OK。カナル遅かった？いや、かなりむずいから。うん、いやほんまに俺が爆発撃ったの後、うん、ペチペチ殴っとうからうん、うん、なあちょっと変えるか変えるスクロースの爆発別になくてもいいかもなディオナいるから爆発、うん、そうね最終ちゃんと付着できればうんじゃあ一回、うん、ディオナで爆発撃って、うん、でベネ2番目の手順消そっかいや、爆発なしね。じゃあそのままベネットで妖怪ね。うん。うん。で、スクロースで炎拡散した後に、うん。なぎちゃん先生、頑張ってスキル長押しとかで、うん。まあでも多分スキル長押しすればその後にディオナの元素爆発が当たって凍りつくと思うから。うん。うん。ちょ、俺あっち行こう。飛びます。じゃあ、あれだ。最初の爆発抜いたやつって思えばいいってことだね。うん、あ、そう。その方が多分炎の拡散楽だから。オッケー。オッケー。ありがとうございます。ちょっと俺うん。貫突効果、さっきちょっと間違って発動しちゃったから途中で被弾して。うん。ああ。まああんま俺戦わないようにするから3人で。オッケー。じゃ頑張ってもらっていい。あ、なるほどね。頑張る。それは見とってください。よし、じゃあ行くぜ。オッケー。行くぜ。うん、はいよ、うん、はいはいはいそうそうなってくるとじゃあ爆発ガンガン今使っちゃってもいいってことか一撃ぐらいはいいかもなスクロースはうん、うん、そうね使わないもんねスキルだけだからうん、うん、オッケーはい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 いいよってことは俺別にスキルで付着てもいいんかうんまあ通常かスキルかどっちでもいいなうんそうだねうんでもスキルより通常の方がいいかもあそっか OK うん OK 分裂はい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 、ね、見てカニだはいはいはいカニをカニか削れるかないや割といってる割といってるああ倉庫が発動した。スキルの時に拡散だな。うん。
いやー、9位。これ、まあ、まあ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 、割と怖い割と怖い割と怖い。注意。ちょっと一回、料理食ったらいいわ。うんうん。防御料理とかも食べながら。はい、倒せよ倒せよ。オッケー。はい。オッケー、いくよ。よろしく。つけてつけて。はい、はい、俺爆発切った、はい、妖怪。カナルさん、炎ついたら、いって。はい、いった。いったいったいった。あと、はい、ゼロさん、頼む。いけ。76万9000。あ、76万9000ぐらい。細かい数字まで覚えれないな、あれ。多分こんぐらい。はい、離れるか。一回離れよっか。オッケー、オッケー。これは、周辺が発動してない？いや、殴ってる時に発動しちゃったから。あー、そっか。むずいな。周辺な、どうやったら。76か。76万9000ちょいだって。うん。溜まってるわ。多分このまま行ってもいいと思うけど。悪くはないんだけどね。悪くはないな。まあもう一回やろっか、うんうんうん、そのままやろうか、うん、とりあえず爆発ためようか。オッケー。ああ、はい、オッケー。76万9804やな。800万。76万9804。うん、76万か。あ、なんか100ぐらいいけそうな気がするな。100ぐらいなんかいくんかな、うん、なんかイメージな、勝手な、うん、俺もマジで分からんから、うん、でもあの参考にしてた動画はちょっと条件違うしな。俺がね、多分もっと HP を減らして、デバフの時に多分半分超えちゃったかもしれないから。あ、なるほどね。むずいな。もっと下げとくわ。あ、もっと下げて。初まで食らって。うん。ベネットも回復量ちょっと落とせるなら落とした方がいいかもしれないけど。ああ、そう、HP、うん。HP 減らすか。もしできるならだけど。いや、でももうすでに割とないんやな。マジか。ベネットが強すぎる。あ、大丈夫大丈夫。俺が。100ぐらいまで削っとくから、okay、死なないでね。うん、俺さっき俺ずっと上で見てたから。あ、そうだったね。うん。なんとか削れるんだな、うちらだけで。うん、そうそうそう、意外と消してたわ。あ、ご飯切れちゃった。あ、そうか、俺も火力料理ぐらい太ったらいいんか。うん、まあ、一生早い方がいいもんね。うん、そうやな。これ何分までだっけ。20分間だ。20分まだあと10分以上ある。あ、いける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 。10001000万1。はーん、あ、今誰がはーん言うたん。はーん、カナルさん。カナルさん。あ、あ、なんかキャラクターかもた。そういうこと言うキャラいないよな。そうだね。いや、なんかおらへん。いや、フータオとかさ。あ、確かに。言いそう言いそう。ピョンピョンではへん。ピョンピョンピョンってやつね。あーよ。ピョンピョン。カナルさんやったよ。カナルさん多分いけるで。カナルさんフータオいける多分。マジ？いけるいける。ピョンピョンピョン。やっぱやめとこう。ひど。こいつ。こいつ。うん。ちょ。うん。救援ってスキル4回命中やったっけ。スキル爆発4回だったかな。うん、4回命中か。うん、なんかいいね、全国大会、大会の体育館って感じ。わかる。ほんま、そう、うん、そうやな。絶妙に参加してない。全国大会行ったことないの。全国大会俺ないわ。あ、全国はないな。あ、県とか。あ、カールさんじゃ行ったんや。行った。何で行ったの。が、あ、待って、俺杯が水元素ダメージでした。え、ゼロさん。ゼロさん。ゼロさん。社長。社長。社長の罪は誰にも咎められないからね。そうだな。重要すぎるやろ。重要すぎるやろ。まあ確かにそうやけど。これは割と誰も悪くないから。じゅ、あ、そうやな、そうだ、ね、社長は絶対やから。そう社長が絶対だから。そうや、そうや、うん、社長は絶対や。社長のミスは我々のミス。社長ってちょっと体調悪いからな。ちょっとそうだよ、そうだよ。OK です。いや、むしろそれで76万出るフータオがやばい。そうだよ、100いけるね。これだいぶ変わるぞ。変わるよ。うん、よっしゃ、ゼロさん飯も忘れずにな。うん、大丈夫大丈夫。
うちらが頑張って削りますんで任せてください任せてください匠の見物しててください社長はいいよいいよ次がでも実質ほぼラストチャンスじゃないなこれがそうね、うん、もう一回いけるかどうかなベネットマジいい火力出んな意外と、ね、でも俺テンプ結構サボってんでこれスキルすいませんすいませんダメちゃいやいやすいませんいやちょっと私もちょっと人のこと言えないんででも俺これ共感4セットやからこれでもさらに弱いからなそうだよね共感4だもんねこれねそう、はい、そろそろ分裂くるかな分裂そう、下がってみんなまたカニじゃいいやカニか周りのあれ気をつけてねオッケーミサイルミサイルなんかいなが来たはいはいはい、まあ言うてくちょっとご利用しするわ料理って意外と火力で、うん、うんうんうんもう当てていこうもう一回ぐらいやりたいからわわわわわ痛い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 さすがにやばいよ気をつけてねもうちょっと終わるよオッケーオッケーいったはいはいはい頼むはい、はい、爆発はい俺妖怪火ついたはいはい氷ゼロ三オッケー頼むおぉ吉田さんはナイスナイスで、一回、はい、一回離れ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 死んじゃった死んじゃった倒しちゃらかんで倒しちゃらかんで倒しちゃった倒しちゃったあのでじゃあ、とりあえず、うん、何番だったっけリスナーさんちょっと教えてください1132721 1132721おいいねいいねいいねいいんじゃないいや、これいいんじゃないこれかなりいいよこんなね伸びるんやっていうか杯の大切さなあ本当だよね気づいてよかった 1.5 倍以上やなうんうんちょっと時間あるんだったらさちょっとライデン将軍やってみないあワンチャンダウン中うんそうね8分あるからなワンチャンやれるなら試してみたいかも行こうかそれってゼロさんあのタイミングやな、うん、途中のダウンでいいやなあのクロス打った後のオッケーオッケーオッケークロスの後のダウンだねオッケー多分本当にちょっと削ればやってくるはずだからちょっとやってみようこれゼロさんなんか調整いる体力ちょっと待って爆発溜まってないわあオッケーじゃあ俺も行くわ行ったとこ行くで手伝いやすなんか適当にいないかなその辺おると思うなんかいたよね侍がおるいるいる113出る。あ、出てきた。俺が。ああ、ほんとだ。どういった迂回してる、迂回してる。オッケー。なんか、うわーい、みんな来てるこれ。俺だけいるよ。あ、俺。オッケー。うん。いけるか。上かな。うん。ああ。あ、迷子だな一人迷子になってる迷子の子猫ちゃんがいる迷子の子猫あ、やべやべ俺落ちるとこだ危ね死んで爆発なくすんじゃないぞあ、いやほんまなうんすんませんやでじゃあみんな戻っていいよオッケーすんまんやで絶賛死によ危ねええー、嘘やん大丈夫大丈夫危ねオッケー戻りまーす募集かけるかうんうんオッケーオッケーなんか調べられへんねんけど俺やがホストだからあそうやなえこれ俺最初逃げとくからオッケーオッケーオッケーで飯食ってから始めろこれなんか今日やっぱゼロさんシャキッとしてないと緩いねこっちの方はええんじゃんないってことじゃないんだよこっちの方はええんじゃん何ちょっとやんわりした方があーあガクトって感じだもんね。うん、現ななん急になどうしたんか、うん、ちょっとわからん急に。熱で取るのか。だから疲れとうからな言っちゃうよ、ね、そういうことも。出現というか。頑張ってね。頑張って相手の携帯変化させてね。頑張ろう。はい。頑張りましょう。頑張ろう。社長のために。いやいやこれ結局攻めんかっても大丈夫で、ね、ぶっちゃけ時間経過で。マジで？いや多少削った方がいいと思う。いやほぼほぼやってくる。ほぼほぼやってくる。あ本当？一人やってた時は。やってこなかったら一回出てもいいぐらい。なるほどね、うん、うん、一応多少ゲージのあたりまではうんあんま狂いすぎるとあの携帯に入っちゃうから気をつけてムキムキゲージあったっけそうそうそうあ、これあ、来たで、ね、来たでいや、これじゃないくねあ、これじゃないいや、これじゃないこれで、これでもいけんのうんあ、そうなのじゃあ、よろしく、はい、始めるはいはい、拡散拡散したなぎちゃんあいや、ついてないよ、氷え
いや、取ったけど、あ、なんかおかしかった今。時間がちょっとギリだ。一回出ようか。一回出ようか。うん。バカ。これはちょっと。時間が。テレビのライデンはね、やっちゃダメなんだよね、確かね。やっぱクロスじゃないとダメなんだ。え、これあかんの？いや、わかんない。これでいいんだ。いや、同じダウン。あれ、これはやり形態はこのダウン。で、剣がクロスやから。うん、そう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 。やりか剣かの違い。そういうことね。じゃあ大丈夫だ。ダウンは多分一緒だはずだから、倍率は。じゃあ、ちょっと貯めてきます。これ、あ、ゼロさん。あ、早いな。あれ、どこ行った？これ下、さっきのこれ。これもいるけど、どっちの方が出るの？ライデンの方が耐性は下がる。あ、オッケー。うん。ここで貯めておりますが、あ、どこ行った？あ、ちゃうか。私勝手に全然違うとこで食べてる。おバラバラやすごい統率力ゼロバラバラやった。たまれば何でもいいだろう。ああ、だそやせやなせやな、何も言えねえ。あと4分あるから、いやそうだね、うん、いけると思う。多分なんか1回でかいの出たから、なんかちょっと安心できたね。そうね、うん、会心がちゃんと出て素晴らしい、うん、ああ 100% だからね、会心は。あ、そっか、そっか、ふーちゃんそうだった。貫突効果で 100% だから。そういえばそうだった。よし、うん、そうなんだ、頼もしい。まあ、だとしてもあんまり俺は厳選できないから回心率結構高くなっちゃってるけど。じゃあラストかな。料理食えねえ、もう。嘘。いや、ほんま食いすぎてお腹いっぱい。お腹いっぱい。リアルハケ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 、リバースしてリバース。あー、そこはきついんやな。いつものゼロさんだったわ。ちょっと柔らかいと思ったんで、そこはきついんやな。ハケハケハケってガチもんやパワハラだよ。ガチやで、それハケ。一気にブラック感出たけど、入ったところで俺入らへんと思うわ。じゃあラスト、はい、キャッショー。これラストで結構ダウン時間短いから、短いからもうテンポよく、うんうんうん、俺がゴーって言うわ。オッケー、オッケー。じゃあ、チーン、ペチペチ。うわ、何その攻撃、私初めて見た。はい、おい、いけいけいけ、下がりなさい。はい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 、避けて。もう来るかもしれないぜ。来るで来るで来るで。オッケー、うん、これ終わったらな。うん、はい。オッケーオッケー。はいはい、あ、もうちょいもうちょい。オッケー、いくよ。ハケー。はい。ハケー。ほら。ついた、ついた。カズさん。はい、これ。オッケー。行ける。え？え？え、あ、あ、うん、あ、あ、あ、うん。うん。あ、俺ゴマの杖じゃなかったっす。まあ、ゼロやん。ゼロゼロゼロ。あ、ゼロさん。ゼロさん。ゼロさん。ゼロさん、一つの輪でした。社長疲れてるわ、もう。ゼロさん、社長も疲れてはる。これはもうわかんねえ。あかん。ラストラストラスト、ラストいけるか。まだ間に合う。あと何分、まだあと2分、2分10秒あるから。いけるいけるいける。これさ、もうと突撃でいいんじゃない。あ、でもゼロさんいるんか。俺もう立つためないと。うん、いける。時間ワンチャン、ワンチャン、ワンチャン。オッケー、そっちまで行く。どうする。え、ためようためよう。ためといてためといて。入ったらためれる。俺、うん、も。溜まった？もうスキルしか使わないから大丈夫。溜まってる。俺は溜まってる。オッケー、行こう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 。でも俺死にそう。大丈夫かこれ。ゼロさんここで死んだらもう。もう本物やで。やばいやばいやばい。こいつらやばい。いや、ゼロさんもうここで死んだらもう。ゼロさん。本物やそれはもう。もう俺擁護できひんそれは。今日かなりポンだぞ。頑張れ頑張れ頑張れ。オッケーオッケーオッケー。いけてるいけてるいけてる。お祭りでね、浮かれたゼロさんが見られるっていうのもそう、ね、いいんじゃないでしょうか。うん、新鮮だな。うん、そうね。そうやな。珍しいね。レア回です。皆さん。よし。完全にレア回。オッケー。オッケー、行くわ。よし、行こう。よし。ラスト。ラスト。行くぜ。120万行きたいな。行きたいね。え、じゃあ誰かおらんな。誰か来てないんだ。カナル、カナル。カナル。行こう。よし。カナル、ごめん。うん、ごめん。行くぜ。ラスト。行くぞ。もろ正面から食らってんな。あ、ゾンビがでもない。行ける？え？ロリがない。大丈夫大丈夫。いいよいいよいいよもう。オッケー、あ、相手しろ。大丈夫大丈夫。うちらがやってる。HP 上限が上がる料理ってあんの？HP、いや、もう今はやるしかないな。うん、やろう。無力 OK です。
じゃあもうそろそろ来るはず。この後かな。ちょっと置いとくか。来る来る来る来た来た来た。はいはい、待って待って待って。はい、ゴー、はい、いけー。おら、爆発、火がついた。はい、コリ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 。はい、あら、93万。まあ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 、出る、出ましょうか、一回出ましょう。ということは、まあ、記録、いや、まあまあ、でも言うて、さっきの1132,721が出とるから、まあかなりいいスイムはいってるはずよ。まあまあまあ、うんうんうん、大丈夫でしょう。まあとりあえず俺が報告しておきます。はい、お願いします。お願いします。いやー、退勤時間ですね、皆さん。いやー、本日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。社長、お疲れ様やったな。社長が退勤するまで入っちゃダメだからね。お大事になさってくださいね。いや、本当に、うん、ご自愛ください。100万出ればね、うん、なんか100万、そう、なんか大台っぽい気がする、うん、だいぶ、うん、まあ他のところに仮に負けたとしても、なんか普通に満足だね。うん、そうですね。まあ突制限とかある中でこれはだいぶいいんじゃない。うん、かなり良かったと思う。満足度高いね。うん、7桁は、うん、素晴らしい。ダメチャレしたって感じ。じゃあ退勤しますか。ロビー行きますか。お疲れ様でした。お疲れ様でした、社長。あれ、はい、社長。周りを探索してみない。後で、あの、キノコください。リアルよ。キノコン狩らせてください。後で皆さんのワールドで。じゃあ戻ろう。お疲れ様です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 。では皆様戻ってきましたかね。では、結果報告できる方は、結果報告する方は、僕のところにお願いします。はい、ベニー冒険団出発。お、では今ね、結果集計中なので少々お待ちください。はい、はい、俺たちのチーム会心ガチャがやばかったんですけど。会心ガチャということはあのキャラではないな、ということは。おー、おー、そうかね、確かに。おー、はいはい、よくですけど、もしかしたらあ、そっか、あー、なるほどね。あ、ボロが、ボロが。あ、そっか、そうなるのか。ちなみにみんな、会心ガチャとかなかったんですか。じゃあ、うん、やったし、やらなかったり、それはね、それはね、そうね、当たってる。結果見てからのお楽しみとことで。あ、なるほどね、なるほどね。いや、こっち本当にやばかったな、会心ガチャ。少々お待ちください。もうすぐできますね。はい、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 はい。そもそも何を使ったのかが気になるわ。そう、何を使ったのか、ね、まずみんなのね、アーカイブ見ていきたい。パーティーは気になる、確かに、めちゃくちゃ。確かに、うん、うん。さあ、では集計ができました。お、はい、はい、はい。では、まずは配信者の皆さんは、僕の、配信のミラーリングをお願いします。はい、はい、はい、はい。さて、どのチームが1位に輝いたのか楽しみですね。いやー、楽しみだ。いや、頑張ったと思うんですけどね。ワクワク。正直チーム L は、あの、優勝候補だろうなとも思ってたんで、自分。いや、それはちょっと、あれや、上げ、ハードル上げてくね。ちょっと上げてるな。本当よ。俺、生物厳選しないから、会心ダメ高いやつとか持ってないから。あー、それは確かにね。そう言っちゃう。うん、それはあるな。そう、そう。全部計算でねじ伏せちゃうんでしょ。僕らはめちゃくちゃ面白いことあったから、また見てください、本当に。ぜひ、ぜひ、ぜひ。それで今、俺たちのチームもあれですからね、会心がひどかったっすからね、見てください。そうそうそう、いや、これみんなのアーカイブ見ないとね。うん、みんなね、ぜひともそれぞれのチームのアーカイブを見てほしいんですけれども、では、うん、ミラーリングよろしいでしょうか。オッケーです。はい、ではチーム発表させていただきます。結果発表、結果発表、ごめんなさい、なんでもないです、行きましょう。浜田、浜田かいな。マシン、はい、ではまず第4位から発表させていただきます。はい、第4位が、はい、チーム I、 チーム I でダメージが553,467です。ほわー、でも4位でも50万。そう、高いですね。高いっすね。
いや、想定では100万いく予定だったんですけどね。うん、いや、抜かれますよね。2倍違う、ね、配信ガチャとか動きが噛み合わなかった。ああ、ね、原爆乗せられなかった。なるほど、なるほど。まあ、難しいな。さあ、では続いて第3位発表させていただきます。第3位が、チーム K81 万8119です。ほー、跳ね上がったな。ねえな。おーって思いますよね。ではちょっとこのまま第2位の発表をさせていただきますね。おー、第2位がエアちゃんさんヒリヒリしましたね。チーム J82 万9870です。これで2位なんだ。これで2位か。しかも3位の僕たちのチームと1万差ですからね。すげえ。うわー、すごい。めちゃめちゃボコボコ。さあ、では第1位の結果はどうなったのか見ていきましょう。第1位がチーム L で113万2721です。やばい、おかし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 い。何があったんですか。ルール違反したんじゃないの。ジャンプ効果とか突の制限とか武器の制限ちゃんと読みました。読んだ多分大丈夫。ちゃんとクリアしてる。全然的にね、あの指示を出してくれたら強すぎる。気になる、めっちゃ気になる。ちなみにそう、挑んだパーティーって教えてもらっていいですか、試しに。あ、試しにっていうか、僕がちょっとゼロさんがね、あれちょっとしんどいかもなんで、ちゃんと、はい、ぜひぜひ。ちょっとあのね、リーダーはゼロさんですけどね。リーダーはゼロさんなんですけど、あの明けなんでね、闇上がりなんで、ゼロさん、絶賛では絶賛、はい、絶賛ゼロさん風にお願いします。俺が思うに、ゼロさんがフータを貫突で、ゴマ貫突、魔女4ね、うん、はいはいはい、うん、でもあと他はちょっとアタッカーはそれなんで、他はキャラでいきます。ベネット貫突、風妖剣、あ、風妖剣か、精霊ランク1、共感4セット。でスクロースが祭礼と、水力4、うん、はい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 。リオナーが貫突で終焉、リオナーがセレ、セレランク1、旧貴族。あ、そっか、熟知上げられるもんな。なるほどな、素晴らしい。熟知とちょっと封筒か、うん、まあこれは全部ゼロさんが指示してくれました、うん、おー、さすが、さすが、さすがだ。挑んだ敵っていうのはカラクリ、カラクリやね。うん、ああ、カラクリか。やっぱりライデンのダウン状態もやろうとしたんやけど、まあ一応カラクリが最大でした。あ、う、あ、ん、なるほどな。すごい。いや、これはすごいっすわ。おめでとうございます。おめでとうございます。圧倒的だ。すごい。いや、もうすごい。おめでとうございます。さすがだ。すみませんでした。いや、もうすごい。なに、なんやね。なぎのチームで何かあったってことなのかな。ちょっとこれはアーカイブで気になりますね。見てみようか。ですね、ええ、ではね、ちょっとそれぞれ他のチームのところにも聞いていきたいところなんですけれども、ちょうどね、2時間くらい生放送もやってますので、ちょっとこのあたりで、はい、えも竹縄ですが、終わりというふうにさせていただきます。あっという間ですね。いやもう、あっという間だった。楽しかった、本当に。いや、もう最高。最高だった。あっという間だった。お祭りだったね。まさに。お祭りでしてた。ありがとうございます。騒いじゃった。ねえ。それではね、皆様、縁も竹縄ですが、今回の大型コラボ原神祭は以上となります。一人一人に今回のコラボの感想を聞いていきたいところなんですけれども、まあ、時間もありませんので、俺が、せーのって言ったら、皆さん一斉に今日の感想言ってください。大丈夫ですか。はい、一斉にね、一斉に、はい、一斉に今日の感想言ってください。いきますよ。いきますよ。はい、はい、せーの。お疲れ様です。お疲れ様です。
脳の給食はカレーでしたね。これも脳の給食はカレーでしたね。まさにカレーホスト自然を目指ってるわ、こんなもんマジで。ということで、原神祭の感想につきましてはまた各々の生放送や動画などで、言っていただけたらなと、語っていただけたらなと思います。はい、来年もね、もしかしたら原神祭やるかもしれませんので楽しみにしていてください。今回は本当にありがとうございました。ありがとうございました。それぞれで配信締められる方はそのまま続行してください。では自分は失礼します。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。おつさんば。ということで、めっちゃ静かになった。めっちゃ静かになりましたね。いや、お疲れ様でした。原神祭、すごい濃密だったね。もうなんか本当にあの途中いただいたスパチャとかもちょっと読めてないんで、次の配信の時にまた読みたいなと思うんですけども、ありがとうございました。いや、なんかマジで盛りだくさんだった久しぶりだ。結構ね、駆け足気味で結構やってたから説明不足なところとか、なんかまだちょっと物足りないなってとこもあったと思うんだけど、まああのこれもね、次につなげていけたらなと思いますね。主催者側みたいなこと言ってる。別に私主催者じゃないのに。いや、本当に皆さん見に来ていただいてありがとうございました。ちょっとね、あの大人数の場って私すごい苦手で、あんまりね、あの声上げて喋ったりできなかったんですけど、まああの初めて絡む方とかも結構いたりして、からしなさんとかね初めて喋ったんだけど、あのすごい私も新鮮な気持ちで楽しめました。ね、わちゃわちゃだったね、本当に終始。うん、いや楽しかったです。存在感あった本当。割と静かにしてたつもりだったけどな。いやいや、ありがとうございました本当に。まあちょっとね、ごちゃごちゃとしてたんで、もう終始全然コメントとかも当たり前だけど拾えなかったんで、また次自分のね個人配信の時にまったり感想とか言っていけたらいいなと思います。ってところで、緊張はねそんなにしてなかったんだけど、なんか直前まで結構 OBS の設定でバタバタしてて、かなり内心慌ててはいた、自己紹介のあたりまで。気持ちいいかな。うん、いやでもめっちゃ楽しかった。いや、ありがとうございました。またね、こういうコラボとかもちょくちょくあるとは思いますので、またいろんな人とね親睦を深めていけたらいいなと思います。そうね、回線本当に良くて良かった。練習の時ひどかったんよ。私ね、ずっと999ピンとかで、でボビーさんたちはめっちゃいいからさ、もうなんか私ずっとクレイちゃんでね、謎の挙動を繰り返してたから、今日本当に良くて良かった。うん、良かった良かった。スパチャありがとうございます。ちょっとまた次ね、多分スメールのアップデの日に配信朝からやると思うので、アップデ明けからその時にまた読ませていただきます。そう、水曜日にね、もう今週水曜日だよ、どうしよう、すぐだよ、スメールスメール実装日にね、また朝から配信すると思うので、その時は遊びに来ていただけると嬉しいです。またお絵描きしながら扉が開くのを待つと思います。ではでは、はい、数値がおかしい本当にね。改善したいね。うん、というところで、じゃあ今日はとりあえずこのあたりで終わりたいと思います。また次の配信でお会いしましょう。バタバタですいません、ありがとうございました。またね、03のワールドからバイバイ。